ですね。すいません。15分、お待たせしましてしまって、すいません。ヒルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハルナイです。はい、いや、嬉しいです。本当に。会いたかったです。こちらこそ、こちらこそ。あ、いや、こちらこそ、なんか、リモートですけど、すいません。はい。三河さんが、前回やられてて、三河さんにも、三河さんが、ああ、会いたいのよって言ってて、で、三河さんが出たのも見てめっちゃ面白くて、あ、ひろきさんの、なんか、また違った一面見れたのもそうだけども、で、三河さん今日も、私この後も一緒なんですけども、今日、さっきも電話したら、すごいあの人頭良くて大好きよ、よろしく言っといてって言ってました。ありがとうございます。やっぱ大好きです。あ、それ、なんか、三河さんとか、その、愛さんとか、なんか、そこら辺のその、性別不明系の人ってやっぱ仲いいんですか？いや、みんな結構仲いいですよね。はい。あ、やっぱ、そんなか。仲悪いみたいな、そう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 、ことをよく言われることあるんですけど、みんな結構仲良しで、私は特に、三河さんは本当に、なんか、お父さんのような、お母さんのような、一週間に、まあ、二回ぐらいご飯に連れて行ってもらったら、あと、毎日、連絡して、電話。え、毎日電話して週2回って、それも付き合ってません？付き合って、だから付き合うとかじゃないんですよ。三河さんと付き合うとかじゃないんですよ。はい、なんか、いろいろ。毎日電話してますで、週2、3回飯食ってますって、付き合ってる人でもそんな頻度であんま飯食いに行かないじゃないですか。でも、三河さんと私は、うん、なんて言うんですか、三河さん女性じゃないけども、なんかそういう気持ちも分かってくれるから、付き合うとかじゃないんですよ。なんかね、三河さんがね、すごくね、吉野のママって私たちの世界の、もう戦前から、ゲイボーイをやってる吉野のママっていう人がいるんですよ。クラブ吉野っていうのを六本木でやられてて、で、その吉野のママっていうのは本当に第一人者で、今生きてらっしゃって92歳なんですけど、三河さんはいつも吉野のママをご飯にこう誘って二人で行ってたんですね。そこで私と三河さんと紅白歌合戦の、もうあれは2010年かな。サソリ座の女のエアーヤヤバージョンっていうので、一緒に出してもらってから、で、ミカさん一緒に仲良くさせてもらったら、ミカさんは、ミカは、愛って、私が、年いったら、私を、愛が、こうやってお世話するんだよ、みたいな感じで、言ってて、だから家族みたいな。私もだからその気持ちで、はい。あ、じゃあ今はそのミカさんに週2回おごってもらってるけど、そのうちミカさんにおごる係に切り替わるんですね。変わるかな？ミカさんの方がやっぱり絶対稼ぎはすごいんですよ。そう。まあ。でもやっぱりミカさんと一緒にご飯食べに行くっていう、そういうのを、日々感じて、こう家族のようなお付き合いさせてもらってるんですよ。でも愛さんも別になんかタレント業じゃない方でもすごい売り上げを上げてる敏腕経営者って噂が。そんなことないです。でも今大変ですからね、飲食店は。今3店舗やらせてもらってるんですけど。はいはい。三軒茶屋。何屋さんですか？お好み焼き屋さんの古民家で、ちょっと大きなお店を一軒やってたんですよ。はいはい、で、沖縄料理は沖縄のスタッフが、お店にいてくれてるので、沖縄料理屋さんと、はいはい、そして、スナックみたいなバーをやってたんですけども、そこがちょっと、なかなかカラオケとかお酒っていうのが大変な時期になってたので、コロナで、で、たこ焼きバルにして、たこ焼きのテイクアウトのお店に変えて、その3店舗やってたんですけど、大家さんが息子さん夫婦をこのコロナ禍の中でちょっと呼び戻してそこに暮らしたいってなって、で、定期借地っていうやつの契約だったんですけど、それをちょっと結べないでかなって、で、今移転の準備を、三軒茶で3つやってたんですけど、今度、八幡山っていうところに、そのお店をオープンすることになって、今、その準備にみんな、私も仕事中に壁の色どうしましょうとか、どうしましょうっていうのをやり取りして、そう。それはでも、一応なんか、もう契約更新できないから閉めるっていうんじゃなくて、八幡山で、ね、もう一回再開ってことですね。そうです。もうね、私なんと言っても、エアーエアで2007年ぐらいにテレビにたくさん出してもらったんですよね。水谷プロデューサーの番組とかでね、今聞いてると思うんですけど、それで、出してもらってから、その前から実は東京に来た時に、お店のがもっともう20年ぐらいやってるんですよ。はあ、じゃあ経営者の方が先なんですね。そうなんですよ。タレントが儲かったから飲食店やります、焼肉屋やりますみたいな、ああいう大失敗ケースとは違う。大失敗とかそれも言うよね。誰かのこと言うよね。いや、そんなこと言わないでください。私はもともとお店をずっとやってて、で、テレビに出れることになって、
や、もうちょっと忙しいからテレビに行かなあかんからお願いねっていうスタッフがすごい頑張ってくれてるスタッフがいるので、そのともにもう家族みたいなスタッフと一緒に、あの、次の店舗もやってます。ああ、そっか、じゃあお店、そのなんか契約できないって言っても、スタッフさんいるから、じゃあ他のところでやろうみたいな。そうそうそう。え、ひろきさんお店やってます？なんか。いや、全く飲食店はやりたいとは思わないですね。え、なんで？きつくないですか、飲食店。あ、まあまあ、コロナ禍っていうことですよね。いや、そのなんか、あの、お金を稼ごうと思った時に、僕 IT 系なんですけど、うん、例えば IT 系じゃ、仮に YouTube とかでも、なんか動画撮っといて、うん、ほっとくだけでずっとチャリンチャンに入ってくるじゃないですか。もう仕入れもいらないし、別に家賃もいらないし、なんか一回コンテンツ作ったらもう無限にお金が湧いてくるじゃないですか。でも飲食店って家賃払って人件費払いの、で人がいなくなったらまた雇い直しの。あ、はい。あの、すごいもう大変なことも、今言った、おっしゃった通りもう大変なことめっちゃあって、あの、うん、お店の、例えば、ちょっと前にあったことなんですけど、従業員の人が、女の子もめっちゃみんなで可愛がって送り出した子が、あの、ちょっと釣り線を、ちょっと生活に困って、盗みに来たみたいなのあったんですよ。まあそういうのもあったりして。でもね、はいはいはい、私ね、なんかね、いろんな従業員に会うんですけど、お客さんもそうやけども、人と会うことの喜びと、私結構ね、そんでお客さんと友達になったりとか、うん、私、ロケに行って、ロケ先の、この間もそうですけど、福島とかいろんなとこ行ったところの民宿の、まあ、取材させてもらった人と LINE 交換して友達になったりとか、すごい出会いが、うん、もうすごくそれが一番好きなんですよ。あ、だから飲食店好きは全然わかるんですけど、別にオーナーじゃなくてもよくないですか？でもね、お店にある、そこにあるからこそ、動かない場所にそこにあるからこそ、足を運んでくれるお客さんがいて、それは、愛ちゃんに会いたいっていう理由とか、なんか、この間テレビを見て元気もらったから、愛ちゃんとこでちょっとご飯食べたいっていう思いで来てくれた時、たまたまいてくれて、いや、そうなんですか、何があったんですかとか、あ、そういう、なんか、親子で来てくれたんですかとか言って、仲良くなったりとかっていうのが、すっごいやってて、芸能界のお仕事をさせてもらってて、やっぱり凹む時もあるんですよね。なんか、今日うまくいかなかったなとか言って。でもこれ、お店があるからそこに行って、皆さんがいてくれて、そこでなんか喋った時に、あ、自分の中で、あ、まあ、なんか必要としていただけてるんだっていう思いで、お店がすごくなんか巡回してるっていうんですか、自分の中で。だから私が逆に、ひろきさんのようなお仕事だと、なかなか人に出会わないと、どうなんだろうっていう、なんか、多分寂しがり屋なんでしょうね、多分ね。でも別にそのお店に立たなくても、じゃあ、なんか春の愛ディナーショーですっていうのであれば、だってお店で沖縄料理屋ってもう料理の値段だけで愛さんと喋れるわけじゃないですか。だからディナーショーにして利益率高くした方がいいやとかなんないですか、はい、ディナーショーもさせてもらってますけど、ディナーショーって、お客様は、ホテルのお客、ホテルは、集めてくださるお客様で、そこに呼ばれる春菜がいて、もちろん春菜を見てくださるんですけども、意外とそこでやっぱり線引きがあるじゃないですか。あ、はいはい。まあ雑談はしづらいよね、みたいな。うん、うん。ホテルの立場もあると思うし、っていう意味でも、やっぱりお店っていうのはすごい、いや、めんどくさいっておっしゃったら、それ、まあ、すごくあると思うんですけど、でもね、そこが多分ね、私の中で一番好きかなと思って。でもその、お客さんにしてみたら、なんかディナーショー的なのとかに高いお金払わないで、なんか、飯屋に行ったら普通に喋れるんだったら、そっちでいいじゃんってなって、なんかディナーショーの売り上げ下がっちゃうんですね。ディナーショーで見せる春菜はまた全然違った。エンターテインメントショーの私が14歳からずっとショーのお店とかで、培ったものと歌のお仕事とかのショーなんですよ。だから、また見せるものは全然違うんですけど。ほー。じゃあ人間春菜が喋れるのが、その飲食店の方みたいな。あ、ありがとう。その通り。だから今日ね、私ね、もうひろきさんのことね、私結構いろいろ見てて切り取りとか、いろんなの見てた時に、なんかね、春菜と、絆愛さん、はい、すいません。バーチャルアイドル、絆愛さんと春菜さんが僕の中でごっちゃになってしまって、すいません。それはね、めっちゃ嬉しかった。はい、出てきた時にめっちゃ嬉しかったの。ほんで、あ、
は、春菜は、あ、親父の方ですね、みたいな、おっさんの方ですね、みたいな、この時に私は、言うよね、と思って、本当に、腹の底から言うよね、と思ったけど、でもなんか、バーチャル並みにお美しいので、僕の脳がきっと誤解してしまったのかな、みたいな。言うよね、それこそめっちゃ言うよね。顔見て言いなさいよ、ちょっと。顔見てドキドキだ。ちゃんと私の得意じゃないんです。すいません。あ、ビール飲んでいいですか。そうですよね。乾杯しましょう。はい、あ、乾杯します。あ、すいません。じゃあ、なんか、いつもの僕、お酒飲みながらじゃないとできないですので、はい、よろしくお願いします。ビール、よろしくお願いします。なんか、目見て言ってほしいな。私もね、でも目見れてないんですよ、さっきから。あ、そうですか。でも、その、なんか、飲食店って、1店舗でもいいじゃないですか。その、どんどん増やしていくで、なんでそう、いろんな種類やりたくなっちゃうもんなんですか？これをまた言うと、従業員って、すごいいろいろ、まあ一緒に働いてくれるんですよね。で、その中で、なんか、みんなが、もうちょっとお店増やしたいねとか、こういうお店今度したいですねって話し合って、この従業員も大なんだよ。今まで。あ、じゃあ従業員がチームとしてやりたいから、じゃあやろうみたいな。そう、それが一番です。それはなんでかというと、私が、やっぱりタレントのお仕事する前から、もう20年前からお店をやってた時に、一緒にやってくれたスタッフもいて、やっぱりみんなの生活っていうのももう知ってるし、もうこの会社をしっかりとやっていくって、そこにみんなの生活があるっていうのもわかるから、みんながなんか思う、こう広げたいものとか、私が広げていきたいものとかっていうのを、まあその時々のいるメンバーでやっていくっていうのが、私のスタンスですね。できる。まあ、そんな無理なくね。やっぱり、広げれる範囲でってことで。でもなんか、経営者として割と真っ当な人なのに、うん、そのなんか、タレントって逆にやる必要ないじゃなくないですか？私はちっちゃい時から、アイドルになりたかったんですよ。うん、さっきなんかね、アイドルみたいな格好で。バーチャルアイドル、絆言うよね。はい、すいません、すいません。はい、私はリボンつけて、いつもテレビでこう出てる、今日も先みたいな、そんな格好で来てほしかったっておっしゃってたね、見てくださってる方がいたんですけど、はいはい、うん、愛はもうずっとアイドルに憧れて、芸能界に憧れてたんですよね。ただでも、やっぱり自分の性別と、アイドルっていうのがかけ離れた存在だったんですよ、ちっちゃい時に。でも別にレースクイーンやってバレないんだったらもうそれでいいじゃないですか。すごい調べてるよね。私のこといろいろありがとうございます。レースクイーンやってた時代はもっと後なんですけど、いや、ちっちゃい小学校の時とかはアイドルに憧れて、なんか自分の、そのなんか、自分らしくいれない場所を、親の前でもそうだし、学校とかでもそういう時にアイドルの曲に私は勇気もらったんですけど、で、そうやって中学校とか、まあ、で、モノマネ番組っていうのに出て、聖子さんのモノマネを中学校の時にさせてもらったんですよ。はいはい。で、それで、親にも、そのモノマネのテレビに出るから、女の子の格好するから、そこだけは女の子の格好させてくれみたいな言い訳になる場所でやってたんですよ。あ、言い訳が成立するところだったら女装してもいいんだっていうのに気づいたんですね。そう、そう。で、それで思いっきりできるのがテレビの中だったんですけど、やっぱり、ちょっと当時っていうか、まあなかなかそういうタレントさんとかも、カルセル真紀さんって大先輩はいりますけど、その女優さんとかカルセル真紀さんの地位ってまた違うし、じゃあ美輪明宏さんですか？美輪さんもまた全然違うじゃないですか。まあ性別とかも、だってニューハーフとかそういうこともおっしゃってない方だし、美輪さんは美輪さんっていうソカテゴリーなんで、はいはい、だから私は、ニューワーフのお店のショーパブの門を叩いたのが、14歳ぐらいだったんですよね。で、そこで。14で勤務するんですか？勤務はしてないです。そこに、うちを、親がスナックやってて、そこのお客さんが、うん、ケンちゃんっていう名前しかなかったから、うん、ケンちゃんが多分目指してるとこはこういう人じゃないかなって言って、そのお店連れて行ってくれたんですよ。そのお客さんはなんで気づいたんですか？だって表向きはそれ出さないようにしてたわけですよね。でもね、うちスナックで女の子の歌とか声変わりする前から知ってるお客さんは、女の子の、まあ、歌は全部歌ってたので、演歌をちっちゃい時習ってたんですけど、演歌からずっとそうです、アイドルの歌とかも、荻野目洋子さんとか松田聖子さんとか、明菜ちゃんとか、その辺をもう歌ってたので、なんか醸し出てたものはあると思うんですよ。ああ、まあ、絶対女性の曲しか歌わないよね、この子みたいな。
そう。あと、お母さんが、まあ、そんな、なんか悩んでたことも、お客さんに、なんか、ケンジって、なんか、女の子のもの好きで昔から、みたいなのは言ってたと思うんですよ。ああ、じゃあ、その、お父さんが理解なかっただけで、お母さんは結構理解してたんですか？これね、不思議なんですけど、お父さんって今でも、ずっと息子です。うん、私のことを、ケンジって呼ぶ。そうなんですか？え、そう。その格好で？そう、ケンジって呼ぶ。へお母さんは、お母さんは、愛って切り替えてくれた時期があったんですけど、だから、やっぱり昔から子供は別に女になろうが男になろうが自分のところの多分子供じゃないですか。だから性別とかそんなこと思わずに、お父さんはでも男らしくしろっていうようなもう、こう、手が出るようなお父さんだったので、いつも夕方キャッチボールしたりとか、そういう、育て方されましたね。だから、女の子のマスターとか欲しかったけど、なんかそういうのはすごいお前男やろみたいなバーンってやるような音。へえ。あ、じゃあ、うん、お姉さんとか妹さんとかはいなかったんですね。いないんですよ。私長男で弟と2人だったんですよ。ああ、そっか。だから姉妹その姉妹いる人ってなんかそこの服を着たりとかなんか化粧がその数って始まっていったんですけど、外、うん、じゃあもう初めてで化粧経験もないまま14歳で扉叩いて、でどうやって化粧するんですかみたいな。そう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 。そこでそのお姉さんが、テレビ見たことあるよって、聖子ちゃんのモノマネしてたよねって、絶対そうだと思ってたみたいな言ってくれて。で、そこって、今まで絶対に女らしいことしたらいじめられたりとか、あと、やっぱり、なんか気持ち悪いって言われたりした時代の時だったので、そこでお店行ったら、手叩いて喜んでお金払う人がいるっていう、そこにステージがあって、ドレス着てお姉さんが踊ってるっていう、なんか、全く私が想像しなかった世界があったんですよ。まあ普通の人はあんま行かないですからね、14歳の時は。そうでしょ。それでなんか、なんかみんなが笑顔で楽しいとか良かったって言ってくれる世界がそこにあったのを見て、私はニューハーフにはなりたくなくて女の子になりたかったけど、まあ、私の行く場所ここやと思って、次の日からお姉さんが楽屋においでって、楽屋に行ってお姉さんのなんか、ヒゲは、剃ったらダメよ、抜くのよ、って言って。そういう、ノウハウをちゃんと教わったんですね。そう。もうね、抜いたヒゲをね、こうやって毛抜きもね、めっちゃ大きいやつで、それ毛抜き大きくないですかって言ったら、魚の骨抜くやつよ、って言って、お姉さんはそれでヒゲ抜いたら、鏡に一歩ずつつけていこう、お姉さんって。なんでつけていくの？わからんけど、それをなんか横目で見て、あ、すごい勉強になるな、って。そう、普通の毛抜きじゃなくて、その骨抜きを使うのは何か理由があるんですか？なんか合わせがすごい正確だみたいな、大きくて。あ、力が加わりやすいから。そう、それで。で、強度もあるから、はいはいはい。でね、なんか男の人がよくね、女装するけど、ヒゲのところが黒くなるのは、これはね、素人なのよって言って、お姉さんは、口紅を、プロは赤い口紅をヒゲのところ塗って、まず青みをこう赤みでこう、バランスとって、ほんで、ファンデーション塗ったら、そうそうそう、たら黒くならないのよ、とか言って。もうなんかね、衝撃的なもういろんなことがあって。そんなノウハウって、そのなんか、どうやって共有されるんですか？ショーパブに行った人だけが知ってるんですか？そうだと思う。みんながいろいろ試してみて、バストのパッドは、パンストいらない、電線いったパンストをこうやって団子にして、一番大きいパッドの中に入れたらボリューム出るよ、とか。みんなそうやって。だからもう衝撃的で、そこに行くのが楽しくて、学校終わったらすぐに行ってっていうのが14、15で、で、高校に入ってから、ちょっとバイトしだすみたいな。ああ、じゃあ、愛さんがその綺麗になるためには、そういうなんか前駆者たちのいろんなノウハウの集積で今があるんですね。もうそうですね、お姉さんたちの。でも今嬉しかった、ひろゆきさんが、綺麗になるっておっしゃってくれたのが嬉しかったです。なんか綺麗だと思ってくれてるのが、そう、ちょっと目見てください、たまります。いや、でも普通に道歩いてたら、喋らなければ絶対バレなくないですか？はい、そうですか？嬉しい。喋ったらバレる、やっぱり。いや、喋ったらもう確実にバレますけど、やっぱりテレビの、どう聞いてもね。テレビのお仕事させてもらってから、やっぱりバレてるんですけども、うん、なんか普段、例えば、まあ帽子かぶって、全然生活する分には、昔は全然バレなかった。もっと声も高くて、バレなかった。声変わったんですか？変わったんですよ。お店やってから。あ、枯れ、そう、喋りすぎて枯れちゃったみたいな。もう慢性のポリープって言って、ポリープの芯がこうできて、手術できないポリープになって。
で、それで、そうなんですね。そう、全く声ができなくな、出なくなって、それ三軒茶の20年前のそのバーをやってる時に、全く声出なくなって、お客さんせっかく来てくれたのにどうしようと思って筆談にしてたんですよ。あ、もう、ま、そんな喋れないレベルで接客してたんですね。全く声出なくなったの。あ、かしる声も。ほんで、どうしようと思った時に、お客さん来てくれて楽しくないやろな、いつもめっちゃ喋ってたのにと思って、あ、松浦さんのコンサート DVD とかずっとかけてて全部覚えてたんで、で、そこで口パクやったら笑ってくれて、それが AIA になったんですよ。あ、そういう流れなんですか？なんかもともとドラッグクイーンの人たちとかが、その曲流して、その口パクで踊って歌ったりっていう、渡辺直美さんとかもやってるような、ああいうそのドラッグクイーン文化かと思ったら、単に春の愛さん喋れないからやったんですね。そうそう、初めてできたのはそう。でも、お姉さんの口パクのそういうニューアームのショーとか見てたけど、うん、そう。でも、それが、エアイアっていうネタになって。あ、じゃあ、もともと松田聖子の声で売れてた頃の声っていうのは、もう戻ってこないんですね。もう全然。二人、もうめっちゃ高い声出てたんですよ。それで、モノマネ王座決定戦みたいな番組も出てた時あったんですよ。うん、よく。あ、はい、じゃあ、昔の映像とかと全然声違うんですね。全然違うの。もう本当に。そしたら、高い声でその見た目だったら、本当に、確かにでも、レースクイーンバレてないぐらいですよね。バレてなかったですね。え、でも、女子更衣室とかどうしてたんですか？全然。他の女性いるじゃないですか。でもね、私ね、19歳で全部性別適合手術やってるんですよ。はいはい。そう。だから、女性の体になってるから、全然、どこ行っても。そういう、あ、じゃあもう分かりようがないんですね。そうなんです。だから、今日は私、まあ、普段のなんか私っぽく、なんかちょっとメイクして、ひろきさんに私を知ってもらいたかった。なぜなら、キズナイと春の愛の間違えた時におっさんですって言った時に、まあ嬉しかったけど、そう、ちょっと違うよっていうのをちゃんと今日は見て分かってほしかったから。はい、そうですね。確かに。じゃあ、もう、物理的にも女性側のバーチャルアイドル側っていうことで。そうですね。バーチャルアイドルちょっと知らないんですけど、大好きなんですか？ちなみに。いや、別にそんなに好きではないんですけど、すごく有名なバーチャルアイドル、キズナイさんっていう人がいたんですけど、はい、最近聞かなくなって、で、春の愛さんと僕の中でごっちゃになってしまったっていう。嬉しい。私のが増してたのが嬉しいです。そうですね。はい、要は通常の人類とは違うジャンルの方々っていうところのジャンルに、ちょっと春の愛さんとキズナイさんがいらっしゃって。ありがとうございます。喜んでいいよね。はい、ありがたいです。でも、レースクイーンじゃ普通に履歴書とかで応募して、オーディションがあって。これは、レースクイーンの、もう全然東京出てからお仕事がなくて、事務所に入ってたんですけど、どうしようかなと思った時に、ま、これもともと言うと、ちょっとニューハーフブームってあったんですよ。上岡龍太郎さんニューハーフ50人っていうのが、全国のニューハーフ集まってテレビ、ゴールデンタイムに出る時期があったんですよね。その時に、飯島愛さんとよくお仕事一緒になることあって、飯島愛さんに名前も一緒だし、なんか被るものあるから、うちの事務所においでって言って、東京の事務所に呼んでもらって、当時彼女が所属してた事務所に。はいはいはい。へぇー、鍋プロ。鍋プロじゃないんですよ。オフィスレオっていうとこがあったんですよ。そう。で、その後に鍋プロに行かれるときに、ちょっと鍋プロ行っちゃうんだけど、愛どうするみたいなんで。でも愛さんいなくなったらどうしようかな。お仕事もまだそんなになかったから、じゃあ私も辞めてバイトしますって言って女の子のなんかバイト紹介してもらったんですよ。ウェイトレスのなんか会員制バーみたいな、ちょっと怪しげの、うん、すごい豪華な芸能界とか業界の方が来るみたいな。で、そこで、バイト、ウェイトレス女の子としてバイトしてて、そしたら、そこにレースクイーンの社長さんみたいな人が来て、レースクイーンやらないって言って、いや、実は私、ニューハーフなんですって言ったら、あ、全然大丈夫、全然スタイルいいしって言ってくれて、で、レースクイーンに採用してくれて、で、レースクイーンのお仕事と、あと、夜も引っ張れって番組の。ああ、はい、ありましたね。あったでしょ？あのね、テレビに映らないけども、テレビに映らないところに、カウンターがあって、バーになっててセットがあって、で、そこにバニーガールの格好で、芸能人とか歌手の人にドリンクを持っていく。あ、そんな作業があったんですか？あの番組に。あったの映らないけど。でもたまに、たまにビッグなゲストが来た時は、今日はスペシャルゲストにっていう時、そこのバーに座ってて、後ろで立ってちょっと映ったりとか。
はあ、あと、じゃあそういう仕事もしてたんですね。してたの、あの、さんまさんとスマップさんのクリスマスのファックスサンタバニーとか、やってたんですよ。その頃は事務所には所属してないじゃないですか。どうやってテレビの仕事を取ったんですか？レースクイーンの会社からそういう女の子の。レースクイーンの事務所から派遣されてたんだ。そうなんですよ。でもなんか、飯島愛さんが鍋プロ行くときに、じゃあ私も鍋プロ行きますみたいにストレートには行かなかったんですね。いや、私は呼んでもらえてないから、愛さんはそう呼んでもらえなかった。そうそう、かかってなかったし、全然お仕事もスムーズじゃなかったので、で、そうやってバイトでそういうことをさせてもらってて、で、後にまた、芸能界の事務所にまたスカウトされることになるんですけど、だからその時も全然更衣室とかもみんな初め女の子だと思ってて、あの中山秀さんとかもめっちゃノリいい女の子入ってきたねみたいな感じで、で秀さんになんかでも言いたいから、実は秀さん私ね違うんですよ、男なんですとか言ったら、えーってなってから、もう中山秀さんは毎週もうほとんど楽屋いるよりもそこのバーにいて私と喋るのが楽しいみたいになってくれてあの、そういうお店みたいになってですね、お店みたいになって、そうなんかそこで芸能界の憧れの芸能界のお仕事もできてる感じもしたし、まあ裏方だけどね。で皆さんとで、そっか、でタレントさんとの話とかの回し方も学んだりとか、そういうのも学んだんですね。学びましたね。ほんで、私はアイドルとか歌手になりたかったから、そばでは、スピードさんとか、アムロさんとかを見て、わあ、みんなすごいな、とか思いながら、たまにリハーサルで、こう、アムロさんとかの、この段ボールに書いて、代役できるって言った時に、はいはいはい、ああ、嬉しい、とか。もう段ボールにさ、アムロナミエって書いてあるので、ここ立ってって言われて立ってるので、そうそう、ちょっとアムロちゃん気分みたいな。そう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 。照明とかバッとやってくれるしね。めっちゃ嬉しかったですね。あ、でもそういう時期を見て。でもそこの華やかな世界のままでもずっとで良かったじゃないですか。なんか、なんでその飲食店っていう謎の経歴をたどるんですか？そこから、やっぱり年齢も重ねるわけであって、うん、私ずっとレースクイーンのお仕事入るぐらいから4つぐらいサバ読んでたんですよ。あ、はいはい。年齢をね。でも、年齢重ねたら、もうそろそろ卒業した方がいいかなっていう時期になって、まあ、呼ばれる回数もレースクイーンとかも少なくなって、ほいほい、で、もうどうしようと思った時に、貯金が40万か50万ぐらいあったのかな。最後の、もうそれが最後の貯金だったんですけど、それで、居抜きで三軒茶屋に、ちっちゃな7人入ったらいっぱいのバーを借りて、で、バーをやりだした。残り40万でバーを開くって結構やばい経営者の。そう。だって、普通になんかボロボロ会社員とかでもいいじゃないですか。その、だって、もう失敗したら何にも残んないじゃないですか。会社員っていう発想っていうか、働き口がなかった。マンション借りるのも、例えば私がマンション見に行って、大家さんのおばちゃまがいて、わあ、感じのいい、女性だから、すごく嬉しいわ、って言って、あ、じゃあ私もここ気に入ったので、申し込み書を送らせてくださいって言って、申し込み書を大西健治じゃないですか、戸籍が。当時そんな帰るとかないから。で、大西健治の送ったら、え、どういうことですかって言ったら、説明されて、不動産屋さんが、そしたら、うちはファミリー層多くて、そういう方が来られたら困るのでって言って、借りれない時代ですから。そんな今みたいに。適当に彼氏の名前ですとか言っちゃえばいいじゃないですか。そんな、なかなか印鑑とか押すのに。あ、だから書類の彼氏が書いたやつ持ってきましたっていう彼女ずらして。でもそんなんだって彼氏が住んでなかったらバレるんじゃないかなと思って。なんか、いや、深夜の仕事、なんか、朝はこう、なんかもう早くから行っちゃう仕事なんで、みたいに。なんか、なかなかそういう分けありなマンションのエリアに住む、なんか感じじゃなかったんで、三軒茶屋とかあの辺が結構細かかったんですよね。厳しかったから。あ、そうなんですね、うん。僕も自分の名前で不動産屋すげえ断られたんで、彼女の名義で契約してもらったことありますよ。なんでなんか、西村博之で検索すると結構トラブルが多いっていうのがあった時代があったんで、はい。だから不動産買えるとき、うちの彼女の名義で、で、ただ、申し込み名義のところだけ僕の名前にして、振り込みの口座とかは僕みたいなので。いや、それは彼女と一緒にいるからいいけど。あ、だから僕、内見とか行ってないんですよ。彼女が先に不動産屋と仲良くなって、で、本申し込みだけ、その彼氏名義ですみたいなので、こう、ふわっと逃げるみたいな。あ、そういうのできたらいいけど、私はなんかもう、頭になかった大西健治と押して生きてるっていう、報道が強かったので。はいはい、そう。で、それで、お店も借りて、借りれるとこも、お店も、あるじゃない、40万とか50万ぐらいの資金なので、うん、で、100円ショップでグラスとか揃えて、みたいなお店をオープンして。
え、でもなんか、そう、先輩のお店で働くとかもあるじゃないですか。別にな、ショーパブもう一回行くみたいなのでも。これが、大阪ね。うん。あの、ひろきさん、私、あの、はい、結構人気あったんですよ。大阪の時代は若くて。で、その時にお世話になったお店に辞めるっていうことって、すごく痛手だったと思うんですよ、お店は。私も今、お店をやらせてもらってやけど、はい、ママにも、本当お世話になって、可愛がってもらったので。もうお店はあなたに譲るわぐらい言われてたんですけど、だから私はママにはもうすごく恩もあるから、もう東京出るときはもう絶対他のお店で働くことだけはやめてって決めたんで、だからどっかで働くとかやめて、やるんやったらもう自分でやろうと思って。そう。別に大阪のお店的には、そう自分の店だろうが他の店だろうがあんま変わんなくないですか？まあまあ、そうだけど、自分の中でちょっと嫌なとこね、昭和だよね、あるんですよね、その。そう。そういう男気みたいな部分は強いんですね。結構強いんですよね、男気言うよね。そう、そうなんですよ。笑ってる。そういうことで。そういや、なんか、その、効率よく、頭はいい方だと思うので、なんか、うまくささっと抜けれるそうなとこは抜けたりしないんだ、と思って。いや、結構そういう、なんか、やっぱり人で、さっき言ったように人が好きで、人でこう、ここまで来た感がすごいあるので、なんか人を裏切ったりとかすごい嫌で。うん、まあその、裏切ったらわかるんですけど、その、まあ、前のでも、大阪で別になんか、競合の店に入るわけでもないから、別にその前のお店の人を悪い気はしないじゃないですか。まあまあまあ、そうなんですけどね。でも一応、なんかそういうのは、なんか入るのはやめとこうかな。だったら、戻るんだったら戻るけども、あの、大阪に。はいはい、そう、自分でなんかするのがあって。でも戻るのは絶対やめようと思って、親にも言って出てきたし、やめようと思って、そう。あ、じゃあもう東京で居場所を作るしかないみたいな。はい、そう、でもお店って簡単に行かなくて、ほんまに大変だったんですよ、初め。誰もそんな知らないような。どうやって集客するんですか？いや、もう全然、女の子になりたいと思ったし、東京に来て誰もああいうのを過去を知らない人がいたし、女の子のお店みたいなのしたかったし、うん、自分で。だから女の子がいるみたいな。うん、だから開けてもなんかあんまり喋らないし、いらっしゃいませって言って座ってもらって、なんかドリンクあんまりないんですけど何がいいですかって言って喋るけど、そんなつまんないし、可愛いキャバ嬢のいるお店なんかたくさんあるし、うん、でなんか大阪のね、変なプライドが当時あって、誰もいないところにお客さん来るのが恥ずかしくて、うん、だからイルス使って鍵閉めて。え、誰もいないときは？そう、それで、トントンって来られたときに、うん、え、来た、でも、誰もいないし、なんか、鍵閉めてたんとか恥ずかしいし、そーっとイルスやってたら、すりガラスで、え、なんか人いるんだけど、みたいな声とか聞こえて、そのまま帰っちゃうみたいな。え、ていうか、営業、金稼ぎたいっていう気持ちはなかったですか？どういうことですか？あったんだけど、うん、自分でもすごい迷いがあって、なんか、お店って、なんか、言うような、まあ、40万なのすごい本当に古いお店だったので、なんかそのやっぱり自分の中ですごい裸一貫みたいな感じになれなかったんでしょうね。本当ギリギリだったのに。その家賃とかで電気代とかだって100円ショップのグラスっていう時点でもう、なんかせっかくお客さんを、そうなんですよ、苦節してたんですね。それでそういう時期があって、でもあかんなと思ってお客さん入れたら、そんな何だったんだろうあのプライドって思うぐらい普通に皆さん楽しんでくれるし、もう入ったら、チャージが、お菓子、座って1000円、あと500円のドリンクみたいな、すごい安いお店だったんですよ。で、ほとんどビールとかしかないみたいな、缶ビールしかないみたいな、なんかそういうバーだったんですけど、やっぱり、初めにお客さん来ないからどうしようと思った時に、やっぱ私って女の子になりたいと思って、ここまでね、こうやって東京に来て、一から女の子として行きたいと思ったけど、あ、やっぱり、あの、ニューハムのお店で働いてるときに、男声喋る人がいたり、面白いこと言って、うん、なんか面白いこともして、綺麗なもあって、可愛いもあって、ああいうときにお客さんいっぱい来てくれたの見てるから、じゃあ私が一人でそれすればいいんやと思って、男声出したり、なんか面白いことをやったり、っていうのをお店でやったら、本当に偉いもんで、一人、二人ってもうどん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 来て、もう来た時にはもうお客さん立ち見でちっちゃい7人しか入れんのに、20人ぐらい入って酸欠になるから、で、もう次は空いたら電話してって電話番号を控えていくようなお店になって頑張ってやったから全く声出なくなったんですよ。
また頑張りすぎちゃったみたいな。そこで、エアエアができたっていう。そう。はあ、でもなんか、二丁目とかのなんか営業形態を研究しに行ったりとかしなかったんですか？なんか、二丁目っていうところは、うん、あんまりまた違うかなと思ってて、私とは。あ、やっぱ三茶側の、あの、やっぱその西側は、ちょっと新宿とかは、ちょっと、みたいな。そんなことないんですよ。だから私はもともと三茶に住んでて、お店開いたんだけど、なんか女の子でやりたいってイメージがあったから、そう、そういうとこを参考に始めはしなかったんですよね。ああ。あ、じゃああくまでその、ライバルはキャバクラだった。女の子の一人でやる場。そう。はいはい。そういうのが。ガールズバーをやりたかったんですね。まあそうですね。そう。で、ガールズバーをやってたはずなのに、いつの間にかショーパブだって大人気になってたと。そう。そうですね。一人ショーパブ。本当に自分で電気のこの、なんか今長いので売ってるじゃん。ボン、あの、ボタン押したら切れたりするような、あの、延長コードみたいなやつ。はいはい、はい。あれをね、あの、いっぱい照明仕込んで、カウンターの中にバーってやったら曲流したら照明自分で耐えて踊ったりとかしてたんだよ。本当にショーパブみたいな。そこも、あ、裏方のバックヤードも自分でやってたんですね。全部一人でやってたんですよね。それでドリンク500円はちょっとなんか元取れなくないですか？うん、でもなんか楽しかった。そこに本当にすごい数の芸能人の方が来てくださって、はいはい、そこで出会った方に、また藤原紀香さんにもそこで出会うんですけど、後に。テレビの仕事じゃなくて、その、お店のお客さんとして藤原さん知り合ったんですね。そう。なんだったら、つんくさんも昔、本当に私がお店やってるその20年ぐらい前のお客さんで来てくださって、目の前であややったりとかもしてたり、もう数々の本当に芸能人。で、その当時にあんまりお仕事なかった森三中とか伊藤麻子ちゃんとか、みんなで夜な夜なそこで本当にもう頑張って芸能界売れたいねっていう話をしてて、後にみんなで一緒の番組とかやるんですけど、なんでそのなんか優秀な卵たちがその三茶の狭い店に集まるんですか？三茶ってあの本当にいろんな芸能界の方、うん、まあ、住んでる芸人さんとか俳優さんとか、うん、まあ、業界の方住まれてるんですよ。だからいろんなお店にこう集まれるんですけど、うん、いやでも住んでても 7畳のなんかバーとか入らなくないですか？なんか面白いって聞いてくれたんですよね。あそこのお店おもろいおもろいってみんな、ほんでそこで芸人さんが芸人さん呼んでくれたりとか、そう、みんないろんな人が集まってくれたというか。あ、じゃあ、その芸能目指してるけど、仲いいけど売れなかった人っていうのも結構いっぱいいるんですね。そう、私も芸能目指してることも言ってたし、はいはい、なんか安心して飲めるような場所だったと思います。うん、あ、でも7人だと、結構だって近いから、なんか藤原紀香さんとかやったら、うわ、藤原さんだ、みたいになって、意外とでもね、そこにいる人もなんか、うん、何かの業界だったりとかするから、みんなそんな感じしなかったりとか。だから逆に言うと、うん、なんかね、親密な、なんかこう、親密というか、あの、内緒の話とかしだしたら、聞いてたら嫌やから、うん、逆に私がショーやったりとか、大きい音でちょっと。ああ、はいはいはい。なんかそういう気配りはすごいしてたんで。あ、そういう空気を読みながら一人で回したんですね。うん、そう、そこに。お客さんが来るようになったら別にその本当にやりたかった女の子のお店もやれるじゃないですか。女の子雇って。あ、でも、そこに雇うっていうのはなんか自分の中にまだなかったんですよ。自分はここで、うん、あのお金を稼いだら、やっぱり芸能界もっと芸能人の人いっぱい来て、うん、で、吉本興業の、例えば、あの、新喜劇の看板娘オーディションあるよって聞いたら行ったりとか、オーディションまたあるよって教えてくれて行ったりとかして、余計に芸能のこう思いが強くなったんですけど、で、それをやってるときに、うん、やってるときに、あの、バーだけだと、まあ、夜のお仕事で今までやってきたことなんですよね。ほんで、オーディション行ったら、うん、君はやっぱり水商売の匂いがついてるから、ゴールデンタイムなんか一切出れないから、お店、どっか働いたりなんかやってた方がいいかなって、よく本当にプロデューサーの方に、なんで芸能界やりたいのって、すごい言われたんですよ。水商売の匂いがあるとダメなんですか？いや、当時はなんかすごい、そうやって言われたんですよね。それで、私はゴールデンタイムに出たくて、さんまさんとかの、そういうさんま御殿とかを見ながら、私がこうやってさんまさんに振られたら、自分やったらこういうこと言おうっていうのも、
こう、勉強したりとか。あ、そんな練習してたんですか？やってたの。だから、その、さんまさんに振られた時のリアクションの練習っていうのを素人ってやるものなんですね。あ、でも結構芸能界の人、憧れてる人やってるんちゃうかな。さんま御殿でこう、このお題誰やみたいなんで、いや、私なんですけど、実は私、レースクイーンで女の子として行ってたんですよって、それも全部ネタになると思って、全部。さんまさんに振られる練習をするんだ。やってたんです。だから、やっぱり芸能界に憧れてたんですよね、ずっと。はあ、それ役に立ちました、その練習は。めっちゃだったんですよ、ほんまに。で、お店でのこともそうだし、はいはい、お店でお客さんがいろんな、全然違うジャンルのお客さんがいて、そこをなんか、はいはい、うん、その、いや、すいませんって、芸能人の誰々ですよねって言わせない空気を繋いでこう振って、ちょっとなんか繋げていくっていうのも、うん、まあ回す司会者じゃないけど、うん、そういうのも結構ミニだったりとかで、で、その時に夜の匂いって、例えばバーやってるからかなと思って、じゃあ、うん、みんなが来る、家族で来てくれるお店もやりたいなと思って。だったら、それで家族が来る店をやったら、その家族の店っぽい立ち振る舞いになるんじゃないかみたいな。そういうこともわかるんじゃないかなと思って、お好み焼き屋さんやったんです。そう。ほう。へー。そこでどんどんこう広がってまた行って。あ、じゃあお好み焼き屋さんやるようになってから、その水っぽいって言われなくなるんですか？うん、あの、もともとそんなになんかそういうイメージがなんていうんですかね。やっぱりでも、あの、なかったタイプだと思うんですけど、うん、そういうのをすごく常日頃気をつけてたんですよ。まあ勉強してっていうか自分で癖つけて。でも、うん、お好み焼き屋さんやったら、やっぱりそこで、あの、ニューハーフなんですよ、オーナーっていう紹介って絶対ありえないじゃないですか。うん、まあそうですね。食べに来て、家族連れに。そんな必要ないしね。そう、ないし、うん、そこでじゃあ自分っていう個性をどうやって勝負するんだろうっていう意味では、その、一タレントとして、なんかっていうのは、すごく学べた気しますね。子供との、その出会いとか。はい。なんか、お好み屋さんで普通にお好み焼き食べに来てるところで、その店長が、なんか、人の個性として何で勝負しようって、もうずれてません。別に、美味しいお好み焼き食べてるのはそれでいいじゃないですか。そうなんだけど、オーナーなんですとかって紹介された時に、うん、あ、どうも、いつも来ていただいてありがとうございますって、お近くですかっていうところから会話が始まったりするじゃないですか。いや、もうお好み好きでねって、関西、主人が関西でとか言って、ここの味関西だからとか言って、来るところで、なんかこう、全然関係ない私のトークが今までニューハーフとか、うん、実は、あの、火元責任者を男って大西健二って書いてるんですよとかいう、別にそこばっかりをトークにしてたわけじゃないけど、全然違うトークの。ニューハーフトークみたいな笑いが。そう。よく使えるカードとして持ってた。はいはいはい。そう。逆に今までやったことない、その、世間との出会いというか。あ、ファミリー層向けのネタっていうのを増やさなきゃいけなかったんですね。そう。そういうの本当にお好み焼き屋さんやってよかったなと思って。あ、すごいですね。じゃあ、その、お好み焼き屋さんの中で受けるトークっていうのがやっぱ重要なんですね。別にほら、店長だったらそんな接客しなくても、普通にお好み焼きを食べて美味しい思いして帰ってくれていいわけじゃないですか。うん、まあまあ、そうですけど、また来た時にお客さん来てくれた時に、あ、どうも先日っていうなんかこの、あるじゃないですか、コミュニケーション。ああ。うん。で、お仕事を何されてるんですかっていうところから話したりとかさ。はあ、そう。そういうのは身になったなと思います。はあ、僕、そのお店の人と仲良くなったりとかが全然ないんで、よくそういうのがあんまりわかんないですよね。ひろゆきさんって、例えばお店にご飯食べに行って、うん、横のお客さんが、ひろゆきさんですよねって声かけられたらどんなリアクションするの？あ、そうですけど、はいって言って終わりです。え、終わり。写真撮ってくださいよって言ったら、うん、あ、いいっすよって撮ってもらって終わり。うん。で、もうちょっと喋りたいなっていうお客さん、例えば、なんて言うんですか、え、毎日どういうとこで、あれされてるんですかとか、どういうの食べてるんですかとか、こう、お話ししたいっていう思いがあったらどうされるんですか？なんか、まあ、聞かれたこと答えますけど、だから僕、基本一人で店に行くことはないので、まあ、大体誰かいるので、で、そっちと話しするじゃないですか。だから、まあ、聞かれて一個と二個と返したら終わりみたいな。ああ、なるほど。そこで、楽しいなって、この人ちょっと面白いなって、仲良くなりたいなっていう人は出会ったことないですか、あんまり。あ、なんか、ないんですよね。他人とのコミュニケーションが僕あんま得意ではなくて。
ああ、そうなんや、うん。でもこういうのではすごい皆さんとコミュニケーション取ってるから。いや、ね、別に話そうとも話せるんですけど、うん、なんか、なんだろうな、飯食いに行ってるから、飯食って帰りたいみたいな。そもそも外に食事に行くのもあんまり好きじゃないですけど。あ、そうなんですね。引きこもりなんですいません。いや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 、なんか、だからそこも、なんかどうするやろ、隣のお客さんとかに普通に話しかけるんですか？あ、話しかけるっていうか、まあ、こっちから言うのもね、なんか、何やって思われたら嫌やからやけど、まあ、コロナ禍でそうなのなくなったけど、話しかけられたら、うん、あ、そうによく来るんですよ、とか言って、結構、今私ね、うん、まあ、東京のマンションは、なかなか隣とのお付き合いって、まあね、夜帰るし、ないじゃないですか。でも私、ちょっと週末とか、休みの日に、海のところにお家があるんですけども、海の近くに。ほいほい、うん、そこ結構、もう隣近所の人と、めっちゃ、もう、お家に遊びに行ったりとか、バーベキューしたりとか、結構するタイプなんですよ。全然違うね。真逆の二人と書いてる。本当に。一回しかやったことないですよ、近所付き合い。え、あったんですか？逆に一件。なんでそれは逆に？たまたま、その知り合いのお店、うん、ピザ屋さんのオーナーが、うちの下に住んでたんですよね。家の下って前に住んでたの？まあ、その近所で割とその有名なピザ屋さんがあって、うん、で、何回かそこには行ったことがあって、うん、で、なんか、怒鳴ることで有名なピザ屋なんですけど、で、ある日、その、うん、3階建ての2階から、すげえ怒鳴り声が聞こえてきて、あ、この怒鳴り声知ってんなと思ったら、案の定、その人で、で、近所付き合いさせていただいたっていうのなんですけど。え、それで次行ったんですか？お店に行った時に言ったんですか？親しみません。で、うちの、僕、社交性ないので、うちの彼女が、あそこ住んでません、みたいになって仲良くなって、はい。あ、そうか。そうか、彼女とか奥様はね、結構そういうのあったらホッとしますよね。基本的に社交性は全てうちの彼女に任せてるんで、僕はなかなか。なるほど。私は東京でその、うん、初めて住んだマンションに、隣の人にご挨拶、まあね、田舎で育ったから洗剤持っ て、はいはい、隣のものですみたいに行くじゃないですか。はいはいはい、結構かっこいいね、なんか隣の人が全身タトゥーの人で、で、奥様もいて、うん、はいはい、で、なんか仲良くなったんですよ。ほんなら、鳩がすごい、糞害がすごくて、ベランダが。あ、はいはい。だから、その人が、隣の人が、鳩のネットをね、うちもやるんでよかったらやりましょうかとか言ってやってくれて、その人が、あ、よかったっすね。うん、そう、喋って仲良くなったら、ブランキー・ジェット・シティの中村達也さんっていう、ドラムの人で、結構なんかね、そうやって知り合ったら、なんかいろいろ、なんか仲良くなって、また知らないロックの世界に連れてってくれたりとか、なんか知らない世界教えてくれるのが私は多分楽しいんだと思う。でもなんかたまたま まっとうな人だったからいいですけど。でも例えばそのなんか、まあ、めんどくさい人だと、うん、うわ、隣になんか春菜住んでるわ、みたいなので、なんか揉め事になったりする可能性もあるじゃないですか。でも、いずれ分かるんだったら、なんか、うん、どっかのタイミングで分かっときたいかなと思っちゃうかな。特にお家を買ったら、やっぱりそこの両隣のね、方って、すごく重要じゃないですか。あ、だから逆に怖くて買えないですね。どんな気しないですか？いつも言ってるよね。いつもお家に買わないって言って、そう言ってるなと思って。いや、でもそうですね。なんか、まあ、そういうことか。買うときに、その、なんかピンポンとかで、ここ買おうと思うんですけど、とかって言うんですか？あ、言わない。結婚してきてたら、だってすげえ気近いとかだったら怖くないですか？まあでも、そこは距離、まあ置くよ。もちろん、仲良くはならないと思うけど、自分に合うか合わないかだと思うんですけどね、うん、その時、パッとインスピレーションで、そう、うん、ちょっと、はい。すごい、ちゃんと近所付き合いされるんですね。結構そうですね。したことないんですよね。でも奥様がそこやってるから、すごくちゃんとね、まあ、奥さんがすごいサポートしてるんじゃないですか。なんか、奥さんのお話しされるときが私大好きで、ひろきさんの本当の素が見れる感じで。いいそう。でも、愛さんも別になんかパートナーはいらっしゃったり、いらっしゃらなかったりじゃないですか。そういうなんか、はい、その長い関係を作ったりはしないですか？あ、長いとき、付き合ったら長いとき、結構長いですよ。7年とか、そう。長いタイプですね。そう。でも、まあ、これを言うとね、なんかね、私ね、うん、もうなんか別にいい人ぶってんじゃなくて、好きになったら、うん、なんか、
なんだろうな、この人、まあ、私よりも若い人と付き合った時は、好きになったら、うん、なんか、この人、私と付き合ったりするよりも、他の女の子と付き合って、幸せになったら、もっと違う幸せあるんちゃうかな、とか、思っちゃうタイプなんですよ、途中で。まあでも、誰しもそうじゃないですか、うん、あ、そうなの？だって別にほら、その、まあ仮に普通の男性、普通の女性が付き合ってても、なんか自分よりもっといい女の子が見つかるかもしれないって思う女の子もいるじゃないですか。なんか、世界最強、俺完全体だから俺よりいいやついねえぜって思って付き合うやつの方が少なくないですか？でも好きになり、なんていうの、好き同士になったら、うん、だってお互いそこが好き同士なんだし、求め合ってるから、そこは私はね、そういう不安の時間の1分1秒はもったいないから、思いっきり飛び込んで、もう大好きってなるんですよ。うんうん、なんかそう言って、あ、毎日、なんか私のことやっぱ嫌いかなとか思ってやる1分1秒は、なんか嫌やなと思って。で、だめっちゃ好き、何でもするっていうんで、幸せにしてあげるで、その、なんか一緒に暮らすっていう方向でもいいじゃないですか。あ、その人と？で、うん、付き合ってると、なんか、すごい長い時間一緒にいて、あ、うん、私は嬉しいけど、この人はもっと違う人、また違う人生も味わってほしいなって思っちゃうんですよ。そう。例えばそれが別にね、子供が全てじゃないけど、なんかそういうことなのかな、子育てとかもあるのかなとか思ったりしちゃうタイプ。だからね、私がなんか付き合った後に、付き合ってる時に最高に思い出に残る、なんか女の子になりたいなと思う、その人にとって。したらじゃあ、一回子供作って離婚してるぐらいの人がちょうどいいのかもしれないですね。そうなんですよ。バツイチ募集みたいな。そういう人と出会ったら、なんかいいなと思うかな。で、でも出会おうと思えば、いくらでも出会えそうじゃないですか。まあまあまあ、そうですけど、いや、年齢も結構、それぐらいの、なんていうの、私と同じぐらいの人がいいかな。うん、これから人生、もう残りの時間を、残りの時間って、そんな年じゃないけど、なんか共にいろいろしたいなっていう、この一緒の目線というか。そのくらいの年齢のバツイチの人なんて、そこら中にいそうですけど、特に芸能界とか。まあでもそれも、本当に、なんていうんですか、こっちも、だって、あ、素敵だなと思わないとないじゃないですか。誰でもいるかって。結構、付き合う相手に対してハードル高いですね。じゃあ。ハードル高くないけど。私ね、うん、歌うまい人好きなんですよ。歌。付き合うとき歌うまいとか全然関係なくないですか？あ、まあ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 。なんかでもカラオケとか行って。いやでもカラオケもだってそんな月に1、2回も行かないじゃないですか。まあまあ、昔はね、結構行ってたタイプで自分も歌うの好きやし、で、歌歌って、上手かったらちょっと好きになったりとかするんですよ。あと、だから、歌手の人とかのこの、なんかいろいろ見てて、あ、この人すごい素敵だなと思って好きになったりするんです。じゃあ、めっちゃイケメンだけどカラオケ行ったらめちゃくちゃ下手だった場合とかもダメなんですか？でも好きになるタイミングが、そこの前で好きになってたら、もうしょうがないと思うけど。ああ、じゃあ、あ、なんとなくイケメンかなぐらいで、たまたまなんか飲み会の二次会でカラオケ行って下手だと、もう、ああ、ダメかもしれない。え、そんな歌前の重要なんだ。なんかわかんない。なんかバランスが、歌ってなんか多分ね、音程を合わせるから、バランスだと思うんですけど、なんかその、なんかそこが好きなのかな、わかんないけど、でも、はいはいはい。わかります？言ってる意味。ああ、その歌うまい人って絵がうまい人多いんですよね。いや、それ知らなかった。あ、リズム感とかもそうじゃないですか。そうなの？書いてもらったら？あ、今度、あの、歌うまい人に聞いてみてください。結構、絵うまい人多いんですよ、歌うまい人って。え、ひろゆきさんは歌うまいですか？僕、めっちゃ下手なんですよ、歌も絵も。え、ダンスは？ダンスもダメなんですよ。それさ、私が聞いてるからじゃなくて。いやいやいや、本当に。本当に。いや、でも。まだ歌うまい人って、その、うん、要は耳聞いて、で、その客観的に自分の出してる音と、それに合わせるっていうのだから、その調整能力が高いのと、反射神経高い人じゃできないですよね。だから、割と気使う人の方が歌うまい人が多くて、何も考えない人って、あの、自分の歌いたいように歌うからずれてるじゃないですか。で、ずれてることに気づかないっていう。すごい！またすごい！今日も咲いてる！すごい！いや、私でもね、いや、確かにそうかも。なんか、人に気遣える人じゃないと、え、なんでそんな顔するの？とか思っちゃうんですよ。はい、はい。で、そうかも。だから、モノマネ上手い人って、あの、観察力めっちゃあるから、他人のすごい細かいとこ見てるじゃないですか。うん、仕草とか言葉遣いとか癖とか。はいはい。だからそれで、なんかあの、やっぱ愛さんのモノマネうまいんですげえ他人を見てるんだろうなって気がしますよね。いや、もう今のすごい腑に落ちた。
そうですね。そういうとこでは歌うまいだけじゃないんだ、私。見てたのも多分ね。だからね、イケメンって言ってくれたけど、これね、ほんとこれ言うたら、私これから仕事を困るかもしれないけど、イケメンが好きじゃないんですよ。あんまり、イケメンだから好きじゃないんですよ。イケメンだから好きになるとこじゃないんですよ、私。あ、たまたま好きだった人がイケメンだっただけであると。そう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 。そういう感じが好きなんですよ。あ、じゃあ、ブサイクでもチャンスはありみたいな。あ、もう全然、ブサイクっていうか、全然、顔に、なんていうんですか、あれがなくて、その、顔のこれが好きとかじゃなくて、歌が、まあ、歌っていうか、まあ、バランスが取れてる人がいいのかな。そこがホッとするのかな、多分ね。でもなんかその、愛さんの言うバランスって、その、まあ、一般社会のバランスって会社員、サラリーマンじゃないですか。でもその、愛さんの業界のバランスが取れた人って、逆に会社員ではないじゃないですか。どういう人がバランス取れた人って感じになるんですか？多分ね、業界っておっしゃったけど、何業界かあれだと思うんですけど、芸能界とかそのお姉会とかってことは？あ、まあ芸能界的な、はい。あー、でもやっぱり、人と出会うときに、なんか、私が一緒に行ったときに、何かちょっと気遣いができるっていうことぐらいかな。そんな別にすごいなんかいろいろ要求するとかじゃなくて、なんか今日なんか呼んでいただいてありがとうございますとか、なんかちょっと一言添えれる人とか、そういうぐらいですよ。別に、そんななんかあれも気がついてとかそんなんじゃなくて。でもなんかほら、その芸能界だと大体の人歌うまいですけど、会社員業界って歌下手が主流なんで。そんなことないですよ。いや、うまくならないですよ、会社員は。うまいって言っても、そんな、なんていうの、すごいテクニックがあって、ビブラートとか、なんかそういうことじゃなくて、なんかまっすぐ、あ、まっすぐ歌うんだな、とか、そういうとこ見てるかも。あ、この言葉大切に歌う人なんだな、とか、あ、歌って踊って盛り上げたい人なんだな、とか、そういうとこ見てるかも。あ、そういうのをずっと見てるんですね。いや、カラオケ行ったらね。いや、そうですね。だからカラオケって、なんか行くとその次の自分の曲ばっかりずっと見てて他人のパフォーマンスを見ない人って結構いるじゃないですか。ああ、結構人の見るタイプですね。先にもう歌いたいのは、歌って、私歌うじゃないですか。で、今これちょっと演歌歌いたいなと思ったら、ちょっと演歌歌ったら、あ、次なんか、あ、演歌ばっかりと思えたらあかんからこれ歌おうってもう歌ってる時に決めて、先に終わったら先入れて、先入れて、なんかもうみんなの聞いて、もうみんなの応援するタイプです。へ、歌ってる最中に他のことを考えられるんですね。なんだったら、もう選んでる途中に、次の曲はこれ歌ったら、ちょっと賑やかに盛り上げたいからこれとか、こう、もう、リクエストの時にそう、やるタイプ。あ、プロってそういう風に考えるんですね。え、みんな違うの？違う。いや、だって、歌を歌うって、その歌詞を追うのと、その音に合わせるので精一杯で、歌いながら他のことを考えるなんて一切ないですよ。だって、ブレスとかもあるから、そう、だからほら、このタイミングで息吸わなきゃとか。うん、感想は感想。感想で。なんか、例えば、感想で歌ってて、あ、全然これみんな聞いてないなって、じゃあ、今度歌うときは、なんかこう、ちょっと、みんなが知ってるの歌おうかなとか、ちょっと考えたりしません？僕、感想を喋っちゃうんですよね。え？誰と？だってなんか、感想の最中って、暇で気まずいじゃないですか。え、誰と喋るの？いや、だからそう、カラオケ屋行って、なんかみんながカラオケ順番に喋ってる時、なんか感想40秒とかあると、僕普通に喋っちゃうんですよね。感想前に。この感想ちょっと長いですけど、みたいなことを、どういうこと喋る？いや、久しぶりにカラオケ行ったんですけど、やっぱ難しいっすよね。機械でも思ったね、みたいな。なんか、っていう普通の雑談をしちゃうんですよ。ねえ、めっちゃ面白い。いや、もうそれね、私もし、ひろきさんとめっちゃカラオケ行った時にそれやられたら、私逆に、あ、好きになってるかもしれない。え、だって、なんか、感想40秒とかの曲とか、なんかほら、その、立って歌う場合とか、なんか、ぼーっと立ってて、なんかみんなもシーンとしてて、すごい微妙な空気じゃないですか、あれ。あ、でもね、そういうところを気遣われて、なんか、カラオケって、なんかこの感想長いですよ、とか言って、マイクでなんかその言葉で繋いで、また歌い出すんでしょ？あ、そうそうそう、それです。もうね、かいがしくて、私は、そこが好きになっちゃうかもしれない。その別に歌が下手とかじゃなくても、あ、なんかそうやって気使われるんだなと思ったら、はい。だからもうカラオケはもう行かなくなっちゃったんですよね。いや、すごい、でも。
大学生ぐらいまでは結構カラオケ屋さん行ってたんですけど、社会人になってからもう行かなくなりましたね。ちなみに何歌うんですか、ちなみに。あ、だもうその大学生ぐらいまでの曲しかわかんないですよね、僕。音楽聴く習慣がないので。例えばどういう。ああ、だから、爆風スランプとか、福山雅治さんとか。意外。福山さん歌うんだ。声僕そんな高く出ないので。でも高いから、福山さん高いですよ、結構。あ、そうなんですか。すいません、僕あんま分かってないんです、すいません。すごい。それで、間に喋るっていうこと、お感想を。まあ、友達としか昔行かなかったので、割とそれが普通な感じだった。いや、その、カラオケって雑談するじゃないですか、他の人が歌ってる間。はい、だから、感想の間も雑談をする感じなだけなんですよ。あ、そういうことなんだ。うん、いや、でもみんな今の聞いて、キュンと来た方、いらっしゃると思いますよ。なんかその、そういう人が、ひろゆきさんがそうやって喋るっていう、なんか気持ちがすごい嬉しいというか。あ、いえいえ。あ、じゃあちょっと質問が、ね、出るんですね、はい、カラオケって。なんで急に質問に変わる、ね、いや、カラオケ不得意な話題だなと思って。原田さんは現在、鳥貴族から配信されてますかこれ多分、これ後ろの、そうそう、それっぽいっていうだけですけど。ちゃんと、はい、はい、こういう配信のとこからお願いしてます。ありがとうございます。はい、最近、ガーシーチャンネルという暴露チャンネルがバズってますが、愛さんは知ってますか、またガーシーのような暴露 YouTuber についてどう思いますかっていう。いや、すごい人気ですよね。本当に。でも逆に愛さんって暴露されようがされまいがあんまキャラ変わんないじゃないですか。変わんないです。うん。なんか別にいいかって。うん。なんかリスキーな感じでもないですよね。なんかね、なんか別になんだろうな、うん、その人はそのやり方なんだなって思うから、なんか私は私のやり方だしって思っちゃうかな。うん、なんか2丁目とか行くと、その、こういうタレントさんが実はみたいな、その業界裏話をしてくれる人って結構いるじゃないですか。うん、でも、愛さんもそれやろうと思ったらいくらでもできるけど、多分やらないじゃないですか。うん、そこの境目って何なんですか、業界裏話、なんか、そういうことより、私がね、テレビで発することですか、テレビで。あ、いや、そのなんか、お店とかで。要はそのなんか業界であのタレントさんって実は裏ではこうなんだよみたいなのってなんか盛り上がるし、そういうの聞きたいってお客さんって結構簡単に集められるじゃないですか。ああ、でもね、そういうのはなんかなんだろうな、気持ちよくないというか自分が。そういうとこありますかね。なんか、うちのお母さんに人のことは言ったらあかんみたいなことを結構言われてたタイプなんですけど。へぇ、あ、じゃあそういう教育の成果なんですね。そうですかね。ごめんなさい、ね。教育美容、あ、いえいえ。共立美容外科の CM は何年前の愛さんですかっていう。いや、聞くよね、これね、もうおかげさまで、更新で7年ぐらいかな、うん、7年か、そんなにやれてるんですか、走っていただいてるんですよね、そう、だから7年ぐらいですけどね。あ、それじゃあ、新しいの撮り直しとかは全然しないままなんですか。しないままで、撮ろうっていうお話を、あの会社の方とやったことあるんですけど、でもね、めっちゃ東野さんとかめっちゃいじってくれるんですよ。いつのやねんとか、踊りたいんやろうとか言って、どこどこやってとか言って。だから結構ね、もうあれはあれで、なんか突っ込まれるから一旦面白くかってなってるんですよ。下手に変えちゃうと面白くなくなっちゃうみたいな。そう、いつのやねんって突っ込みどころ満載か変えたらあかんって言われるし。そう。やっぱ、愛さんはやっぱ笑いが欲しいですか？あのね、これはね、やっぱ大阪出身っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりなんだろうな、これもう真面目な話またなっていいですか？あ、どうぞどうぞ。なんかね、まあ、大阪の話でずっと芸人さんでハイヒールさんとか上沼恵美子さんとか見てて、なんかいいな、テレビの世界って思うこともずっとあったん、ちっちゃい時からあって、うん、で、なんか芸能界に入ってお仕事させていただいた時に、あの人、絶対これ言うたらダメなんだよ。傷つくよ。これダメだよっていうのには絶対に なりたくなかったんです。ほんで、私がプロデューサーに言われてたゴールデンタイムに、こう、初めてそういうキャラの人が、私は AI やっていうキャラで出してもらった時期だったんですよ。うん、ゴールデンタイムにそういう人が出てこなかった時期だったんですよ。で、はいはいはい、そう、お茶の間っていう子供たちが見る中で、春菜、こうやって出てきた時に、どうやってお茶の間の人が説明されるんだろうって、なんか、家族でどうなるんだろうって。うん、でもなんか、面白いね、可愛いよねって言ってもらいたかったし、その中で笑ってほしかったんですよね。やっぱ私が子供の時にテレビ見て笑ってたように、うん、笑って元気もらえたように、はいはいはい、だから、そういうキャラにはなりたくなかったから、なんか、うん、もう、大西健治って、うん。でもね、その後にね、愛ちゃんが、
よくテレビで大西健二って言うから、私はいつもどこ行っても本名を聞かれます。あれやめてほしいですって、すごいクレームのことが、たくさんあったんですよね。あ、そうなんですか。だからそれぐらい、なんか、ステレオタイプというか、お茶の間に出て、なんか、あるな、イコールすべて、こういう人たちはすべてこういう人たちなんだ、みたいな、なんか、思われる見方が、こう、世間にあったというか、そういう時代だったんですよね。そう。だから、逆に言うと、今は、ごめんなさい、どうぞ。はい、あ、いや、その、いや、なんか、その、可愛い女の子をやりたくてお店を開いたとかで、今ではその、なんかもう余裕もあるし、可愛い女の子っていうのも全然いけるわけじゃないですか、綺麗なお姉様路線でも。でもなんか、貪欲に笑いを取りに行ってるなっていうのが、なんか、やっぱ楽しいのかな。昔は食うために笑いの方が仕事が増えるよね、全然わかるんですよ。でも今はもう綺麗めで行ってもいいのに、でもやっぱり笑いが欲しいっていう、そのなんか、大阪の笑い DNA みたいなのって、もう一生そのままなんですか？ああ嬉しい。今の切り取りでちょっと、私、あげていいですか？本当嬉しい。めっちゃ綺麗、綺麗なんか言うてくれたんですか？本当にありがとうございます。いや、でも、やっぱり、私的には、やっぱり笑ってほしいし、その、私が出たかった時間帯の、そのお茶の間の中の一コマに選ばれたいって思いが、やっぱりあるから、そこには今も笑いもあるし、だから、綺麗なお姉さんに、途中から変われないんですよ。もう芸能界で一回こうやって出たら、やっぱりどこ歩いてても晴れないとか、例えば空港とかでね、私、ちょっと乗るのがギリギリになった時に、大西健二さんって言って言われた時に、みんななんか集まって、晴れないって、もうどこ行っても、もう大西健二ってみんな。いるらしいぞ、いるらしいぞ、みたいな。そうそうそう。はいはい。もうどこ、デートしてても、健二とか言われるんですよね。なんか、そのプライベートのデートは関連してと思うけど、はいはいはい、でも嬉しいです、やっぱり。だからさっき、ひろゆきさんが、あれはおっさんでしたって、絆愛と晴れない間違って、はいはい、あ、そっちはおっさんでしたっていうのも、やっぱり、あ、ちゃんと私がその、テレビの、ゴールデンタイムの一コマとして、バラエティのエンタメの中の一コマとして存在できてるんだっていう喜びで嬉しかったです、あの時。すいません、もう直接お会いしてこんな謝ることになると思わずに言ってしまった失言なんで、本当にすいません。嬉しいですよ、そんな。私はずっと見てましたからね、本当に。僕素人なんで、その思ったこと言ってもその当人に会うことはないだろうと思って。絶対みんな見て思ってるから結構いろいろ言ってるでしょ、そう、いろんな芸能人の名前。嬉しい。一般の人ってその居酒屋とかで平気でそのタレントの悪口とかさ、思ったことを言う僕は芸能界行くつもりはなかったので、そのノリで言ってて、ご本人とお話することになると、だいぶ気まずいですよね。でも、もう芸能人ですよ、絶対に。もう芸能人というか、なんていうんですか、もう地上波で、やっぱりこう、みんなが見てるところに出てたら、絶対にいろんな人が見てるっていうことだから、ね、声かけられると思うので、ご飯屋さんでもちょっといい感じです。仲良くなってください。僕、本当に声かけられないんですよ。外いても。え、そういうオーラ出してんのかな？今日もその銀座線乗って渋谷に行ってて、で、横、僕、優先席座ってたんですけど。帽子かぶってます？いや、普通にこのままで。あ、マスクはしてますけど。マスクして。で、隣のなんかカップルのあんちゃんが、そのなんか、座り直した時に、スイカ？カード落として、あ、落としましたよって言うと渡したんですけど、あ、どうもって言われて終わりみたいな。だから多分その芸能人オーラ僕全くないんですよ。芸能人でも声とかこんだけ聞いてるのに声で分かりそうなのにね、多分彼女といたからそっちにあれやったのかな。いやだから多分まあ見た目僕みたいなどっこいでもいるじゃないですか。だからそういう意味でそのなんか多分芸能界オーラが全然出てないんだと思うんですよね。ひろゆきさんのモノマネのポイントっていうのは鼻やと思うんですよ。はい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 、鼻がマスクで隠れてるからだと思うな、多分。あ、確かに、まあ特徴が隠れると分かんないですよね。私ね、ちょっとあれなんですけど、はい、あ、なんか来た。はい、あ、質問読もうかな。あ、どうぞ、お話の方先でどうぞ。質問ちょっと行きましょうよ。ありがとうございます。はい。愛さんに質問です。もしひろゆきさんを抱くとなったら、どのような視聴者でどこから攻めますか？私の予想はパリのビーチでキスからの耳なめです。はぁ、あ。ね、私ね、ちょっとね、人をね、ずっと見てて、なんか占いじゃないけど、目見ただけでキス占いみたいなことできるんですよ。ほう。だからちょっと、いいですか、見て。ちゃんと当たってたら当たってるって言ってくださいね。はい。で、ひろゆきさん、ちょっと、ちゃんと目見てください。このカメラ見てもらっていいですか？はい。はい、はい、見てます。これで何がわかるんですか？ちょっと待って、ちょっと待って、目をちゃんと動かさないでくださいね。はい。
言っていいですか？あ、どうぞどうぞ、はい。こんなん言っていいのかな？え、そんなまずいことなんですか？ちょっと待って。違う違う。法律に触れるようなことは言わないでください。そうなんです。びっくりするぐらい、性欲的なことが、ほんと少なくて、ほんとごく、ごく一般的な、びっくりするぐらい、お手本のような、セックスとか、そういう、なんていうんですか、もう、プレーンというか、そんな感じの、キスとかも、そんなに、ほんと、最初ちょっとやったら、ほんと、あと、なんか、何もこの、なんか、頭撫でてくれるとか、アフターケアとかなくて、びっくり。すごい。え、本当？もうびっくりするんですよ。僕が春菜さんとに手を出したのを報告されてるかのような。え、当たってます？だいぶ当たってます。はい、本当、ほんで、あんまりそういうのが、なんか、なんだろうな、無表情でパッと終わっちゃう。パッと終わっちゃうんですよ。パッと終わっちゃうっていうのが一番。すいません。はい、すいません。あ、本当。だから逆に、愛は、逆にもっとリラックスしてほしいなと思っちゃうから、あ、はいはい、そういうシーンになったら、人間の本能として、そういう愛し合う時とかに、ある香りを自分で決めとくんですよ。例えば、アロマキャンドルはこの香りとか、香水は、はいはい、私香水、お風呂入ってからちょっと、そんなきつい香水じゃなくて、お花の香りとかちょっと仕込むんですけど、その香りをつけて、なんかアロマでちょっとリラックスしてもらって、なんかマッサージ的な感じで、マッサージをお互いしながら、ほぐし合って、なんかそういうことに至って、会話をすごいしていくと思う。ひろきさんともしそういうことになるなら、会話とか絶対しないタイプだから。長いんすね。え？何が？いや、なんかそのなんかもう、お風呂入るところから、そのなんか始まるんですね。もう長期戦なんですね。お風呂はまあ別にして入るの一緒じゃなくても、ベッドのところで、キャンドルとか、その香りとかで話し合って、ね、足気持ちいいとか、足の裏どうとか言いながら、なんかそう始まっていく方が、多分、ひろきさんが解ける方がいいかなと思っちゃう。なんか、さっさと寝ちゃうんですよね。いや、すごいほんでね、早いんですよ、時間が。はい、はい、はい。はい。だから、はい、だから、ちょっと、なんかそういう、ちょっと、なんていうの、すべてそのね、愛し合う行為だけを、グッとするんじゃなくて、はい、なんか、例えば、愛し合ってる奥様とかと、マッサージとか、アロマのオイルのマッサージとかも延長で含めちゃったら、なんかもっと違う感じでなるんじゃないかなと思った。参考にさせていただきます。次の質問に行かせていただきます。早いよね。行くよね。はい。エアーヤーは、もう、大田だったんで大笑いだけど、完成度の高さに気づいたら、本当に尊敬しました。はい、わあ、めっちゃ嬉しいです。あややの声がまず全てで、イエーイってもう会場の大きさ、もう、あややが立っている、例えば、もう大きな青年館とか、いろんな会場の大きさで、あややがバッと発する声で、私はその、どんな大きな、スタジオとか、まあ、ちっちゃなスタジオとか、どこにいても、もう、一気に会場がブワッと開がって見えるんですよ。で、同じ目線で、どんなそこに壁があっても、目の前が壁があっても、あややと同じ2階席、3階席の距離感がバッと見えるんですよ。それぐらいに声にパワーがあって、で、はいはいはい、イエーイめっちゃハーリデーっていうのは、何千人ってお客さんに、あややが気持ちをめっちゃホリデーだよっていうのを伝えないといけない、あのテンションでやってるから、そこに気持ちがもう引っ張られちゃうんですよ。はあ、じゃあ物まねというよりも、あややをやってるんですね。いや、ほんとそう。喉の動きとか全部、あややの息遣いとか、靴を脱ぐっていう、ちょっとコンサートのネタがあるんですよ。うん、で、靴を脱がさせていただきますね。やった後に、もう何言おうか忘れちゃった。なんだっけ。ねーって言ったら、客席から、あやや大好きってファンが来て、声が来て、うん、知ってるで、その人に答えて、はいはいはい。ねーって、またトークの考えの戻って、みんなに私をどん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 伝えるんだけどっていうネタの、そのやりとりも、もうそこにいてるピンポイントでお客さんが、あやや大好きって遠い声がもう聞こえるんですよ。はいはい、だからね、完成度って言われるのすごく嬉しいです。もう毎回世界に入ってるんで。
はい、モノマネってその特徴を誇張することで笑いにするっていうの、うん、まあコロッケさんとかそっちじゃないですか。はいはい、はい。だそういう意味でいくと、その完コピなのに、その笑いの部分が逆に作れるのはなんでなんですか？あややが言ってることがまず面白いんですけども、その中であややの動きももちろん面白いんですけど、マイクが入ってないのに、マイクをこう動か、もう入ってないとこまでマイク、ここで入るトークの音量でもマイク入ってない一回外したりとか、その、まあ一個の中でいろんな小ネタを、まあこんなことやってないです、あややは。はいはい。でも歌の中で、あーって入ってるんですよ。コーラスの人の、はいはい、あーんの時に、あややが絶対やらない。なんか仕草であんってなんだろうと思ったら、あやや歌いながら最後乳首のとこピッてやったら、あーんって言って曲が鳴るって面白いかなとか思ったり。はあ、そこのやっぱり完璧な部分とネタの部分を完全に切り分けてやるんですね。そうですね。はい。振りも完璧にやったりとか、そういうのはやってますね。ちなみにその完成度に行くまでどれぐらいそのコンサートの DVD とか見るんですか？いや、もうめっちゃ覚えてめっちゃ見てるんですよ。もうすごい。ほんで、テレビでやるのはあれ、テレビサイズにギュッてやってくれてるので、うん、あの、あややの息遣いと違うからすごい覚えにくいんですよ。急にもう息遣いなしでボンとこの言葉とか入ってるから。はいはいはい。でもそれを、まあ、何回か聞いたらもう自分で、あ、ここはこうやってこう立って、あ、こうやったら面白い、動きこうやったら面白いなとか言って、まあでも、あの時忙しい時なんかもうその日にネタもらってその日にやってたこともあったから、すぐでしたね。でも、あややの本当の MC っていうのはあれ5分ぐらいあるんですよね。本当の。そんな長いですね。本当のコンサートって5分ぐらい喋って、イェーイめっちゃホリデーじゃなくて次の歌言ってるんですよね。はー、へー。そう、それを、あの、全部を完璧に全部覚えてるんですよ。はー。え、それはそのコンサートも行くし、DVD も全部見てるし、みたいな、そういう状態なんですか？はい、はい、はい、そう。そう、だからもうほんとよっぽど聞いて覚えてる、あややのなんかその息遣いとか、間とか全部入ってるんだと思います。でもそこまで観察力と記憶力が良かったら、他のアーティストでも同じように完コピーやろうと思ったらできるんですか？でもやっぱり基本的に好きじゃないと、なんか私はちょっと、そう、好きで、聖子さんも大好きで、エアー、聖子っていうのもあるんですけど、エアー聖子とか、はいはい、エアー島谷ひとみとか、いろいろ好きな人からこう広がっていくっていうのが。ああ、やっぱそこは好きじゃないとできないもんなんですね。うん、できないかもね。うん、でもなんか、この人やったら売れるだろうなとか、受けるだろうなっていう、ね、人もいるじゃないですか。それも、なんか好きじゃないとやっぱりやれないもんなんですか？はい、やっぱ好きがちょっとないと、うん、細かいとこ拾えないかな。そう、それもじゃあ家でずっとあややの DVD 見ながらずっと真似してっていうのをこう何度もリピートしてみたいなのやるんですか？そうですね。あの首の角度とかも、なんか上に向かう角度とかも、あ、この角度なんだとか。鏡とか置きながらやるんですか？そう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 。自分を撮影して再生したりとかもするんですか？あ、もう鏡を見て。でも、だいたいこれぐらいの角度なんだと思ったら、もうそこで自分の動きでこう動かしてみたいな。うん、撮影して見たときに、あ、もっとこうやった方が目線いいんだなとかはありますけど、そう、うん。プロってそういう職業なんですね。結構アナログかもしれないです、私。そう。はあ、今やってみたいコスプレはありますかっていう。コスプレ！モノマネはしてもコスプレは果たして。でもね、私ね、今ね、これメイクね、前、あの、うん、アイアンの時とかこうポニーテールして、あれなんていうんですか、うん、こうリボンつけてだけど、今この真ん中からこうやってやってって、あとメイクとかもちょっと、うん、あのあれなんですよ。韓国の、韓国風メイクっていうのをやってるんですよ。だからコスプレっていうかもう毎日こんな女の子で行きたいな今日はとか、こういう洋服着たいなとか、なんか毎日コスプレの感覚なので、そんな、なんか何したいとかないかもしれない。だから逆にハロウィンの時に困っちゃうの。え、毎日、うん、なんかコスプレなの何すればいいんだろうと思っていつも困っちゃう。あ、基本的にじゃあその毎日の化粧の中で、すいません。やってるってか、その大丈夫だろ。あのあれ。すいません、ね、すいません。ちょっとあのなんかビールアレルギーっぽいんですよね。僕たまにビール飲むとなるんですよね。え、そうなの？ビール好きなのに。ええ、なんか小麦アレルギーなんじゃないかとか言われたりするんですけど。ひろゆきさん、愛ちゃん綺麗と思いませんか？は。実際でも、なんか、その、美容とかにはすごい、やっぱ時間をかけてるんですか？うん、めちゃめちゃかけてますね。あの、そういうエステとかもそうだけども、うん、そう、結構、あの、いろいろレーザーとか、最近の最新美容とかも行ったりもするし、で、スムージー朝、
もぎたてのマスムージー飲んだりとか、結構ね、もう、うん、お茶持ち歩いたりとか、いろいろやってます。そう、ビールも飲むけど、こういう、お茶も。はいはい、そういうの。ちゃんと科学と努力の結果なんですね。あと、科学と努力、そうですね。硬いよね、言い方。こう、グロスとかも今こういうの流行ってるよって言ったらもうすぐ塗ってこうやって。そう。あ、そういうの結構試すんですか？あ、もう、化粧品は、もう、もうあるとあらゆるものを試してやってますね、お肌に。でもなんか、ある程度もうこれでいいよねってなったらずっとそれを使うっていう感じにならないですか？でもそれをやると、やっぱり今の顔じゃなくなっちゃう。うん、今っぽい顔じゃなくなっちゃうから。あ、うん、そうなんだ。え、じゃあ、その愛さんの顔って実は時代に合わせてちょっとずつちゃんと化粧とかも変えてるんですか？変わってます、すごい。うん。あ、そうなんだ。だから2009年のミスインターナショナルクイーンってタイであるし、うん、グランプリいただいた時のあのメイクとかも、うん、もうその時のメイクだし、全然違う。じゃあ今それやるとなんかちょっと古臭い感じとか、ね、そう。絶対そう。そうなんだ。え、それって他の女性の芸能人の人もそういう感じで化粧って変わってるんですか？結構やってる人多いと思いますよ。あ、そうなの？もちろんこれじゃないと嫌だっていう人もいると思うけど、女の子って結構そういうとこちょっと細かく変えてるんだけど、意外と男の人気づかなかったりすることはあるけど、はい、僕も全く思うんです。最近っぽいメイクしたら若い子に可愛いってやっぱり言われたりとかするかな。すごい。そうなんだ。若い人向けのメイクにすると、うん、若い人に可愛いって言われるようになるんですね。言われたりする。それはだから YouTube とかいろんなところで情報を取って見てやります。そう。あ、じゃあその若い人に人気のある人見て、あ、こういう感じのやり方がいいんだみたいな。そう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 。今こういうの流行ってるんだなとか、うん、可愛いなとか。へー。先長いっすね。一生それやり続けるんですか、じゃあ。でも楽しいの。だからね、なんかね、はい、全部、それ嫌だね、みたいな感じで言うけど、全部楽しいんですよ。だからね、気使うのも、うん、あ、気使うっていうか、なんかカラオケボックスでね、うん、すごい大変そう、気使ってって、今、ここにコメントあったんですけど、うん、なんかね、それも身についてるから、なんか、逆に普通にやっちゃうんですよね、なんか。うん、そう、だから大変だねって、先長いねって言うんじゃなくて、すごいそこで自分が変わっていくのが楽しいというか、そう。でもなんか、その、今の韓流メイクみたいなやつって、うん、その、まあ、韓流が入り始めるのってもう結構10年前ぐらいじゃないですか。そうですね。最初の方に乗っかるんですか、うん、それともある程度世間的に流行ってから行こうかなみたいになるんですか？韓流ブーム？あ、その、韓流が流行って、その、なんかメイクとかも、その、韓国の化粧品が来たりとか、韓国系のメイクの仕方が、まあ、今でも普通に流行ってるじゃないですか。はい。私はもうすぐです、すぐ。でね、しかもね、韓国でコマーシャルやらせてもらってるんですよ。現地で。あ、マジですか？化粧品の、そう。だから、結構すぐに、そこ行った時も自分とこの化粧品だけじゃなくて、いろんなのを使ってやってみて、うん、勉強もするんです、すぐに。じゃあもう10年前にカラとか少女時代が来た時に、もうこれだみたいな。それもそうですね。10年ぐらい前にそうでね、そこで結構韓国のテレビも出たりとか、うん、向こうで、メイクさんにやってもらったりとか勉強したりとかしてましたね。今も観光大使やらせてもらってるんですよ、ずっと。あ、そうなんですか。そう。結構じゃあ、海外受けいいんですね、愛さんって。ああ、タイとかそうですね、タイとかも向こうのテレビで。インターナショナルクイーンで優勝したりとか。台湾とか、いろいろ行きますね。あと、日本のパリのジャパンエキスポとか。あ、はいはいはい。あと、アメリカとかのね、ジャパンフェスがあるんですよ。そういう、いろいろ。そういうのの、ゲストで、メインで呼んでいただけたりとか、歌歌って、着物着て、演歌ポップスみたいなやってるんで、そう、はいはい、やってます。結構海外でも。受けしやすいんだ。結構、私の YouTube とか、私の曲でも知ってくれてる人、CD とか、こう、海外でも持ってきてくれたりとか、もう、私びっくりしたのが、その、パリでやった時は、本当、私のコスプレをやってきてくれてる人とかいっぱいいて、春だーいってこうやって呼んでくれてる人を言ってくれたら嬉しかったですね。パリ大好き。なんでその、普通の日本人より、そのなんか、愛さんが受けるんですか？なんですかね。ね、わかんないけど、なんか、その当時は、なんか、ちょっと面白かったのかな。何なんだろう、エアエアとかが。やっぱり面白く見てもらったのあったのかな。でもなんかモノマネやる女性芸人さんって他にもいっぱいあるじゃないですか。うん。あとアイドルがやっぱり海外で人気あるじゃないですか。はいはいはい。日本のアイドルが
そこの、うん、ややっていうので、流れでこう、みんな応援してくれたかもしれないですね。でも結構その、あややを知ってないとわかんないから、難易度高いネタじゃないですか？エアややは。まあでも、すごい結構いるんで、そういう、なんていうの？そういう人は。あの、海外とか、特にヨーロッパなんか、アイドルのオタクの人いっぱいいるじゃないですか。はいはい。はあ。そう。あと、ミス・インターナショナル・クイーンの時も、結構海外のニュースに取り上げられて、うん、そこからリサーチされた方もいて、私、あの、ニューヨークでね、あの、ワンマンライブ、3時間ぐらいのワンマンライブやったことあるんですよ、ブロードウェイで。その時も。すごいですね、それも。もうアメリカの人とか、香港とか、いろんな人がいっぱい来てくれた。日本の方ももちろん来てくれたけど。ああ。そう。ちゃんと歌が上手いからだ。いや、歌もまあ、まあ自分であれですけど、歌も好きで、あとね、その時はね、アメリカのね、エアビヨンセとかね、いろいろやりました。ちょっと、2部と1部と歌と分けて。うん。いや、日本のその、可愛いですっていう人って、実は歌そんな上手くない人多いじゃないですか。だからその。言うよね。そんなことない。ね、あややとか聖子さんとかも、ね。いや、まあ、あれは歌手の人はそうなんですけど、要はその見た目いいですっていうだけの人たちだと、イベントに海外に行った時に黙らせられる実力がないけど、やっぱ歌うまいとみんな聞き入っちゃうから黙らせられるんですよ。だからそういうね、その、だから渡辺直美さんもやっぱ歌うまいじゃないですか。だからやっぱそこが多分他の普通の日本人と違うのかなと思ったんですけど。あの海外で、私韓国で、あの、うん、ラブっていう芸名で、あの、うん、ユニットでアジアデビューしたことあったんですよ。私、カルナじゃなくて、ラブ、LOVE でね。その時も、やっぱりいろんな、韓国とかの、やっぱり、ガールズユニットが大好きでやったんですけど、やっぱり可愛いのに上手くて、すごい、ソロで歌ってもすごいんですよ、みんな。はいはいはい。それぞれが。だから、それはすごい、ちょっとレベルが、すごいなと思って。確かにそうですね。雷を打たれちゃった。アジア、そうか。だからアジア系の見た目可愛い子で歌うまいよねっていう韓国の人たちが見慣れてるから、そのレベルに行ってる人じゃないと、うん、海外ではなかなか受けないっていう。ああ、そうですかね。嬉しいな。やっぱ実力派なんですね、じゃあ。いや、ちょっと待って。めっちゃ褒めるやん、もう。ひろゆきさん、ちょっともう、ありがとうございます。本当に。そんな褒めないでください。あいちゃん、ナジャさん好きですかっていう。あ、好きですよ、ナジャも。みんな、うん。うん。はい。でも割となんかその嫌いな人って言いづらいじゃないですか。そういう意味でなんかみんなとりあえず好きって言いがちじゃないですか。ちょっと、そんなことない。嫌いな人、苦手な人はいるけど、でもね、そんな嫌いになることってよっぽどのことじゃないと人、嫌い、なんかすごいことされたとかは嫌やけど、なくないですか？まあ、されなさそうですよね。ああ、あとね、そんなにされ、そうです。してもなんか響かない感じかもしれない。そうっすね。確かに。はい。裏ではいろいろ昔から言われてると思うんですけど、多分気にしないまま育ってきた感が伝わってきますよね。うん、ああ、そうですか。うん。愛さんが経営しているお好み焼き屋さんの名前は何ていう名前なんですか？ありがとうございます。大さんって、大、大きいに、大に3、数字の3。数字の3。すごい普通な個性のない名前にしましたね。もうね、春の愛食何にもないね。昔からお店やってるから。からその前も A ガーデンっていう名前だし、ね、今やってる沖縄料理も四段酒場だし、うん、唯一たこ焼き屋だけたこ春って春つけたかなっていうぐらい。なんでその、しかもお店のなんかチェーンっていうか統一感もないじゃないですか。はい。もうだから全然、春内のお店っていうやり方で初めからやってないから、春内がそんなテレビに出る前からやってるから、そういうお店にはしたくないんですよ。なんかそれってタレント人気とかいろんなことで営業もなるから、だから私が大山っていうあのお好み焼き屋、今もね、閉店して三軒茶屋は、うん、今今度八幡山ですけども、お店行っても、うん、え、なんでいるんですかって言われるんですよ。で、いらっしゃいませんただのお好み焼き屋だと思ったら、春内さんがいるみたいな。そう。だからそれがめっちゃ嬉しいんですよ。だから大山も、なんかね、六角が、いいとか聞いて、うん、で、うん、半分に割って、半分、ついの名前がいいって聞いて、で、最後、ダウンタウンとか、サンマとか、運がついてる名前いいとか言って、うん、で、あの、大山っていう、運でぐっと閉まるっていう名前にしたんですよ。じゃあ、芸能、芸能人でございみたいな感じで、渋谷で焼肉をやってるような人たちはまだまだだなと。いや、私、すごいと思いますよ、でも、本当に。だから、まだまだそんな言わない。あのね、いや、本当、宮迫さん、今日ね、見てますって言ってくれたんですよ。
リツイートしてくれて。そう。宮里さん、すいません。行きますからね、お店ね。やってるか。昨日僕行ったんですよ。行った？どうでした？いや、普通に美味しかったですよ。ミカさんもめっちゃ美味しかったって言ってた。だからまずかったら笑いになるのに、普通に美味しいからなんかオチがねえなと思って。兄さん、美味しいにことかしたことない飲食店なんですから、それ元にしていくから。でもね、本当にコロナ禍の中で、やっぱり、宮迫さんがああやって焼肉とか盛り上げてくれてる中で、やっぱり飲食店として、やっぱり盛り上がるので、こうやって話題作ってくれてるの本当ありがたいし、だからこうやって名前を出してやから、すごい、大変だと思うんですよ。もっとお店におらんかったっ、おらんかったって言われることもあると思うし、だって宮迫さんずっと入れないじゃないですか、お仕事もあるし。あれも3月毎日出てるらしいんですよ。いや、それが本当にすごいな。だからそんな仕事ないんだと思って。いやいやいや、すごい。そこに集中してやってると思うけど、はいはい、私がすごい、なんか頭下がるなって、あれ、本当、宮迫さんこそ、裸一貫でみんなにさらけ出して、すべて見られて、お店スタートしてるので、絶対になんか、新しいやり方として頑張ってもらいたいから、絶対行こうと思って、今混んでるから、皆さん行ってもらいたいから、ちょっと私も落ち着いた。はい、あ、じゃあ落ち着いた頃に。はい、行きましょう。ひろきさん。あ、行きましょう。全然、はい、ごちそうさまです。はい。ミカさん、ガーリックライスが美味しかったです。あ、そうですか。行きましょう、じゃあ、ぜひ。はい。はじめまして、アラフォーの兄がいますが、誰かと落ち着き合いする気配がありません。東大卒、大手企業を務めて、学歴、収入面、共に自信を持っていいと思うんですが、本人がその気になりません。兄弟としての居住地が離れているため、支えてくれる誰かがいてくれればと思うんですが、その気になれる方法はないでしょうか。いやー、どうですか。でも、なんかって、そのお兄さんがそれで自分の、ね、なんていうんですかね、うん、バランス取れてるなら、なんか変に人が入らない方がいいんじゃないかなと思って、支えてくれるっていう、その収入的なことかな。いや、でもそれでやっていく。収入的にはもう東大卒で全然問題なので、多分その生活面でやっぱ家族を作るみたいなのをやってくれた方が、兄弟としては安心するみたいな。ああ。でもそれは、そんな無理やりいらないときには無理やり誰かが紹介しても何も響かないと思うんで、そういうのをしない方がいいと思っちゃうなと思った。まあでもどうですかね、そのモテなくて周りに女性もいない環境でどうやってその彼女を作っていいのかもうわからない40代の人って結構いるんですよね。でも出会える場所はゲームの中で出会ったりとかって今よくあるじゃないですか、なんかやってたりとか。はあ、そういう趣味をもともと持ってなくて、で、仕事で割と多分優秀だと、まあ、収入面もいいので、もう仕事だけで結構忙しくて、別に趣味ねえし、みたいな。でもそういう人こそ、出会う時に出会うんじゃないかなと思っちゃう。そこって、そこに、モテないとかっていうよりも、なんか一歩別にいいやって、その、モテるとかモテないとか作るとか作らないって踏み出さなくていいやって思ってるからじゃないのかな。いや、誰か欲しかったら、もっとネットで、だって出会い系なんかいっぱい、マッチングなんかいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。しかも自分の身分を隠してっていうこともできるじゃん、今。なんか、愛さんがやってたお店みたいに、その、なんか、お客さん同士の会話をうまく盛り上げてくれるみたいな感じのお店って、おすすめの店とかありますか？そんな、今はなかなか難しいと思う、このね、コロナ禍でね。そうか、まあ、そうですね、今確かに。思うけど。コロナ禍なんで、はい。でも、なんか無理して、まあでも、無理して一歩踏み出してみるのだったら、一回、なんかそういう、なんだろうな、そういう悩みがあるんだったら、ニューハーフのお店とか遊びに行ってみて、別にニューハーフ好きになるとかじゃなくて、こんなんあるんだって、ほんで、なんか教えてもらって、あなたもうちょっとこうやったらどうとか、なんかみんなにちょっといじられてみるっていうのも、なんか一つなのかなと思うけど、でも、そこ極端かな、ちょっと。いや、でもニューハーフの人のお店って割とその、親身になって話してくれるし、あとお客さんに女性結構いるじゃないですか。で、なんか、うまく繋いでく、お客さん同士で雑談が始まるように、うまく繋いでくれたりしますよね。そうかもしれない。みんな、一人で来てるお客さん、一人なのよ、とか言って結構繋ぐから、こう。はいはい、ひろきさんはお店、ニューハーフのお店行ったことあります？なんか、もともと僕、新宿の3丁目に住んでたことがあって、で、2丁目の人と仲良くなって、なんか、割と、お金を払ってないんですけど、仲良くさせていただいて、そういうお店を見せたりしたんで。そうなんや。はい、それちょっと意外。いえ。なので、そういう意味では割となんか、僕的にはそんなに、距離感なく。よく行くお店もあるってことだ、2丁目に。いや、ほとんどもう行かなかったんですけど、仲の良かった人たちが、その卒業されて、
あの、なんか、もう大御所系な。まあ、なんかご結婚されたりとか、幸せな家庭を作られたりとか、そんな感じで。へえー。いやでも本当にいいかも、そういうお姉さんたちになんかちょっとね相談乗ってもらうこともいいかも。なんかね、なんか私とかもそうですけど、まあいろんな人ってこう相談しやすいとかよく言われるんだけど、やっぱりなんだろう、リアルであってリアルじゃないような生々しさがないから、なんかちょっと本当に重い話もなんかちょっとヘビーな、コメント、なんていうの、そういう、相談とかも、なんかしやすいってよく言ってくれるんですけど。なんか人生経験豊富そうな感めっちゃ出てますからね。あ、そうなんや。ね、目見ただけで大体わかりますからね。怖い、怖い。こんばんは、愛さんのレースクイーン時代の思い出などありましたら教えてください。はい、あります？レースクイーン時代の写真とかって。あるけど、今はないけど。あ、今、じゃあ今度多分 YouTube のチャンネルで上げとくと結構再生数稼げると思いますよ。あ、嬉しい。もうよろしくお願いします。じゃあそこか、昔のやつ出しときます。はい、今度出してみてください、ね。ドラッグレースっていう、ドラッグ。めっちゃスピード出して、まっすぐ進んで。あ、そう。ジェットエンジンでバーッと止まって、はいはい、パラシュートで止まるっていうやつの、レースクイーンに行った時に、傘さして、ポーズ取って、で、レースのそのレーシングカーの後ろにポーズ取るんですよ。で、ピー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 ンの、このピー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 ンの間に、逃げないと丸焦げになっちゃうんですよ。そこから絶対に出ちゃうから。そんな危険な職場なの、レースクイーンって。結構だって、そういうなんかコーナーとかも動くし、なんか気楽に綺麗なお姉ちゃんとしてふらふら歩いてるだけの仕事だと思ったら、全然超ハードだし、ずっと立ってなあかんし、でその時にはよティン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 の時に逃げないとあかん時に、私がセンターで一番遠かったんですよ、3人いて、はいはい、でセンター一番遠いから、いや絶対逃げなあかんと思って逃げた時に、なんか、すっげえガリ股でなんか、一人、逃げたやついたよね、みたいなんで、ちょっとざわついて、行きづらくなった。それが私だったっていうのはちょっとありましたね。本気走りをしたら出ちゃったんですね。本気で、焦げたらあかんと思って逃げましたね。それはちょっと思い出ですね。あ、そんな時代が。愛さん、はい、とても綺麗です。質問ですが、昔の男性が女装したり、性転換についてメディアでよく取り上げられていますが、女性が男装したり、かっこ宝塚以外、性転換したタレントを見ないのは、世間の許容性の問題だと思いますか、それともテレ朝が多いでしょうか。いや、これはどうですか。結構、海外にはいらっしゃるんですよ。そう、まあでも、比率やっぱり少ないですよね。そうだよね。でも、日本は、少ないよね。なんかそういうのって。何なんだろうね、もっといてくれてもいいのになって、思うかな。2丁目でもやっぱり割合少なかったですからね、そういうお店もそういうお客さんも。ねえ、なんかもっと。別になんか世間の偏見とか関係なくて。なと思うし、テレ屋さんじゃなくてちゃんとタレントさんでやってた方もいるんですけど、こう露出が少なくなってくるのは、なんかやっぱり、男が女になってる方のがなんかこう喋りがすごく立って分かりやすかったりするのかな、見てて。まあでもやっぱりその女性芸人と男性芸人で、やっぱ男性芸人の方が仕事多いじゃないですか。うん、ああ、そういうこともあるのかな。だから純粋にそのそちら側の人で性転換しましたって言っても、やっぱり男性の方がその笑いを取ったりとかエンターテインメントっていうのは得意ということになっちゃうのかなっていう。でもね、芸人さんで一人いるんですよ。ちょっと、ちょっとドバスでしちゃったけど、その人なんかは、そういうことを、自分のそういうことをネタにせずに、まあ、もう知ってるけども、そういう。普通に面白い人ですっていう。そういうとこでもで、だからそういうところをもっと、私もそうだけど、たくさんテレビ出してもらうには、そういう自分の得意な、なんかお姉系のネタは封印して、全く、違うとこでコメントしたりもそうだし、食レポもっと頑張ったりとか、そういうことをもっとしていったら使いやすい人になって、今なんかすごい需要がたくさんあると思うんですけどね。コメントで要は女性になりたい人が女性になって綺麗になってみんなに見てもらいたいってなるんですけど、普通におっさんになったのを見てもらいたいとは思わないのかもっていう。なるほど。なんか女の子になりたいはあっても、やっぱおっさんになりたいは、なんかなりたいけど見てもらいたいではないみたいな。
でもね、私もそうだけど、私は綺麗になって見てもらいたいし、うん、表に出たいタイプだけど、表に全く出てもらい、うん、出たくない人もいるんですよ。ああ、そうですね。その人は、もう絶対に身分バレたくないっていう私の友達なんかは、もう社宅に入って、奥さんと結婚して、奥さんとして、その寮みたいなところでなんかやってる子もいるし、それはみんながみんなじゃなくて、またね、いろんなパターンがあるのかなって思いますね。うん。芸名はご自分で考えたんですか？これは、17歳の時に、その、初めて入ったニューハーフのお店行ったじゃないですか。冗談パブって大阪のね、冗談酒場って書いたお店なんですけど、そっから、一回、とっついて、マハラジャ系列のショーパブがあったんですよ、昔。はいはい。マハラジャってディスコのね。そこに。映画のタイトルから撮った感じですね、とっつい。そうそう。そこに行った時に、春野桃子さんっていうお姉さんが一人だけいて、あと、イケメンの男の人たちのショーパブなんですよ。ニューハーフは一人で。すごいですね。なんか一人であとはイケメンっていう、うん、そのなんか、そう。女王様的な感じなんですね。そう。あと、女の子のお客さんがいっぱい来るみたいな。アイドルのじゃ、ね。そういうイケメン系のダンスの。うん、で、そこに妹分で入ったんで、そこの、春の桃子さんの春のの名にして、で、50音で、ああ、いいってトップなので、なんかトップ取れるようにって、はいはいはい、なんかこう、つけてくださったお店の方が。それで春の愛にしました。あ、それをずっと残してるんですね。ずっと使ってますね。じゃあ、なんか お姉様なんですね、春野さんは。そう。もう芸達者なすごい春野桃子さんって、お姉さんで。うん。はじめ、その前は、ジョーダンパブで付けてもらった名前は、早乙女純って名前で。なんか男の子でも女の子でもいけそうな名前にしたんですね。あ、そうです。当時はまだショートカットで、ここ入って、中退してお店、バイトしたから、そう。はいはいはい。はぁ、へぇ。芸名って変えないもんなんですか、ね、なんかお店変わるごとに変えるみたいな人もいるじゃないですか。いるよね。さすが詳しいよね、ひろきさん。そう。でも私は結構そうかな、ずっと。お付き合いも、その時の人とお付き合いも、いろいろ友達で、友達付き合いもあるし、うん、電話番号もずっと変えてないって。うん、あ、すごいですね。電話番号変えてないですね。変えてない。うん。へぇ。春菜さん、肌がすごく綺麗です。私は53歳男ですが、はい、シワとシミが気になります。アドバイスをください。わあ、まあ、そうですね。私、ジャックスキンという化粧品のコマーシャルを韓国でやってるんですけど、もともとカタツムリが 90.9% なの。はいはいはい。アマゾンとかの人って切り傷にカタツムリ捕まえてこう乗して傷直すのしてます、うん、あ、なんかその見たことあります。はい。再生力って。うん、それがめっちゃ成分入ってるのをコマーシャルで初めてやったときに、はいはい、1ヶ月使ってから答え出しますって言ったら、速攻性がすごくてすぐ出して、うん、答えもやっぱりやらせてくださいって言って、ほんで、それずっと使ってたら自分でなんか自分のブランドでやりたいですってジャックスキンっていう名前でやってるんです。それが結構ね、結構私ね、今年50キャラットなんですよ。そう。あ、年齢ですよね、はい。そのリアクションやめて、こう、本当に困るじゃん。50キャラとね、はい、ダイヤモンドの、はい、50キャラと、結構ね、お肌のツヤめっちゃ良くて、それをやってるかなぁと、あと、まあ、今日は美容外科行って、レインさんやってるかなっていう感じですかね。はい、でも、お肌めっちゃピカピカじゃないです。どう？すごい、なんかちゃんと手入れされてて、すごいなぁと思って。ねぇ。それは本当に、手入れしたら、お肌って答えてくれるんだなと思いました、本当に。毎日どれぐらいそのなんか化粧水だったりパックだったりみたいな時間かけてるんですか？取ってメイク取って、お風呂出てすぐにシートパックやってみたいな。で、まあ、15分ぐらいしてからそれ塗ってるかな、ジャックスキン塗ってみたいな。で、朝起きて、朝顔洗わないんですよ。あ、洗わないんですか？私はね、そう。へぇ、寝てる間の油が、うん。なんかそれを洗って取るとすごい突っ張るのを感じて、で、化粧水をコットンにやって、拭き取って歯磨いて、うん、で、綿棒とかでこう、目のところ。目やには取ってみたいな。記念にして、目のところ。そう。で、取って、で、メイクしてるんですよ。だからなんか。顔洗わない派閥っていうのがいるんですね。わかんない。うん、でも朝は、それは洗ってないですね、私。それもいいかも。アマゾンの山奥とか行っても、そんなに顔洗えなくても困らないですね。ああ、結構だから、
あの、そう、オイル、なんかお肌のオイルはすごい美容液だと思ってるタイプだから、そう。みんながみんな、あの、合うと思わないからね、洗って。まあまあ、真似したら大変なことになるかもしれないですけど。ああ、じゃあ、いろいろ試して自分ではこれが今ベストっていうのがやってらっしゃるんですね。そう、やってますね。ありがとうございます。へえ、アイさんのクラシックメイドのコスプレを見たいのですが、予定はありませんか？わあ、メイドさんはでもやってたんですよ。お店の、なんかあの、周年パーティーとかでメイド可愛いからエプロンつけてやってたんですけど、なんか私、結構ツインテールとかも大好きなんで、今度じゃあちょっと頑張り、YouTube でやります、自分の。はい。YouTube の、あの、概要欄にあの、チャンネル貼ってあるので、興味がある人は、そちらの方に。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど歌い方についての話をされていたと思うのですが、うん、春菜さんが思う好きな歌い方の歌手はどのような人になるんでしょうか。私はエレファント歌手の宮本浩次さんの歌い方が好きです。あ、最高、もう大好きです、宮本さんの歌。いや、みんな好きです。歌うまいって、うん、なんかテクニックもそうだけど、やっぱりそこに気持ちを乗せて伝えてくれるうまさのが私は伝わるかな。だからいろんなテクニックとかより宮本さんとかも好きだし、エバリさんはずっと聞いてますね。ひばりさんの歌が大好きで。そう。ひろきさんは誰の歌聞きます？いや、僕、歌を聴く、音楽を聴く習慣が実はあんまりなくて。ああ、だから私さっき、あの、どういうひろきさんと夜の営みだったらなんかリラックスしてほしいなと思ったら音楽かけてアロマ炊きたいなと思ったの、そういう気持ちだし、私も。そんな理由で聞かれてたんだ。そうそう。気づきませんでした。なんか音楽って気持ちなんかリセットしてくれたりしますよ、でも。ああ、まあ、その暇になっちゃうんですよね。なんか音楽だけだと暇だから、もう映画が見たいとかになって、そうすると音楽が邪魔になっちゃうんですよ。ーゲームをしたいとかあるんで。なるほど。なるほど。あ、そっか。何か、ね、情報を入れとくと。なんかその、なんか音だけだとちょっと僕暇になっちゃうんで、情報量の多いものに行っちゃうんですよ。ゲームだったり、その漫画だったりとか。は、すみません。はい。わかりました。温泉とか好きですか？大好き。温泉めっちゃ行きます。日帰り温泉とかもめっちゃ行くし、もう、とにかく大好きです。でも芸能人が温泉行った時になんか、お客さんざわめきません？あのね、まあ、まあ、私なんか特に、だって、戸籍男じゃないですか。お兄さんみたいになるじゃないですか。そうそうそう。それで、旅館の方も気使ってくださって、何時何時からお風呂閉まるので、その後よかったらどうぞって言ってくださるんですよ。で、そういう時大浴場行ったりするんですけど、なるべく自分で撮るときは、お部屋に温泉がついてるものとか、家族風呂とか使うんですけど、一回ね、仕事場で行った前乗りのお仕事で、温泉施設が近くにあるって言って、そこの同じ会社がやってるって言って、で、今貸し切りにしたので、愛さん入ってくださいみたいな言ってくださって、あ、ありがとうございますって言ったら、貸し切りにしたって言ってたのに、すっごい女性がブワーって入ってきたんですよ、もう。どういうことなんですか？どういうことですか？そこで働いてる女性とかが春の愛が入ってくるっていうことで、みんな入ってこられたんですよ。従業員、あ、お客さんじゃなくて従業員が来ちゃったんですね。従業員の人たちが。それで、アイちゃんって言って、おばちゃんとかも、アイちゃんとか言って横に座って、アイちゃんおっぱいおっきいやんとか言って、なんかもうガンだし、そう、なんか逆に、なんかそういう大浴場とかではなかなかね、そんな会話もできない、声も殺さないといけなかった時期もあったから、昔は。はいはいはい。でもそうやって喋ってくれるのも、まあ楽しかったですけど、でも、あ、そうやって思ってくれる人ばっかりじゃないから、普段はそういうとこ行くんですけど、はいはいはい、なんかね、昔の、侍さんが温泉入るときに、本当に戦に行く前に地熱のその地のパワーを蓄えるために温泉入って、下の人たちは入れなくて、はいはい、結構上の人たちしか入れないというのをちょっと知ったことあったんですよ。はいはいはい。それまではなんか、あ、お肌に、あ、いいなとかってこうやって入ってたんですけど、それ知ってから、お風呂に入ったら、みたいな、すごい、呼吸法めっちゃするみたいな。殺し合いするぞ、みたいな。いや、じゃなくて、すごい血のパワーをめっちゃ取っていこう、みたいな、そういう入り方に変わったぐらい、はい、入りますね。そう。じゃあ、むしろ、海外の温泉とかに行った方が、全然気づかれないかもしれないですね。全然そうですね。そういう施設大好きなんで行きますね、よく。左側は感情、かっこ、右脳が出るため優しいと言われますが、意識されますか？また、スタキさんチームは使われてますか？あ、
使ってますね。あと左側が優しいとか言われるの、あれなんですけど、私もなんか年齢とともに顔のバランスが本当左右、結構筋肉で変わってくるから。あ、変わってくるものなんですか？変わってくる目の塞がり方も、だから、アイプチみたいなテープを二重の幅揃えたりとか、なるべく、なんかコルギーに行って、顔のバランス一緒にしたりとか、結構そう、やってます。なるべく左右対称の顔が好きなんで、私は。あ、じゃあ、すっぴんになると結構違うんですか？そんなに変わんない。今とそんな変わんない。パーツの位置って変わんないけど、はい、でも、なるべくそうしてる。逆にすっぴんの方が、目とかの、アイラインとかで主張してないから、変わらないと思うさ、あんまり。ほメイクした方が変わったら見えるかもしれないですけどね。へぇ、最後になりますけども、愛さんに質問したいです。うん、好きな人がいて多くてだけど、今回は自分から大好きと頑張りましたが、結局ダメでした。早く立ち直りたいです。失恋女子にアドバイスお願いします。でも、大好きって言えたことが一番なんかすごいことでね、言わずに、どうなんだろうって、好きっていうことをまず一歩踏み出したら、うん、向こうが興味なかったこともわかるし、次に、迎えることもあるし、男の人ってもう本当によく星の数ほどって言うけど、本当に男の人の方が溢れ返って多い時代なので、はいはい、もう全然そこで落ち込むことなくて、まあね、ちょっとその人に思いを寄せてて、なんかその人に恋愛体質だと全てその人に寄せて考えてたかもしれないけど、もうぜひそれを、今悔しい思いをぜひ、なんかエステとか自分の美容とかになんか、やってほしいなって思いますね、うん、でも告白ってしなくてよくないですか？え？なんかほら付き合いたいんだったら別になんか告白ってしなくてもなんかあ飯食いに行こうよとかでそれ断られても別にでも大丈夫じゃないですか。その告白っていうので失敗するとむしろ飯にも誘いづらいみたいなのがあるから、うん、あ でも何回かご飯行ってからも告白しないんですか？いや、なんか何回かご飯行って、で、なんか適当に手とか触ったりして、なんか拒絶されなかったらだんだんこう段階を詰めていくっていう方が安全じゃないですか？ああ、でも、なんか言ってしまう。でも、それでさ、全然自分はその彼女っていう感じに見てくれなかったら、寂しくない？それで終わった。じゃあ好きなことを伝えてたらよかったって、後で思ってしまうじゃん。なんか、伝えて拒絶されて終わるぐらいだったら、なんかそれでちょっとずつ詰めてって、なんか やりたいことやってからの方がなんか安全かなって。でもその間に違う人とでき、付き合った時に、うわーって私も好きだったの言えばよかったみたいなこともあるじゃん。そんなんなります？なんか一緒に飯食っていくうちになんかお互いになんかそういう空気感にはなるじゃないですか。多分ね、それね、ひどいとモテてると思うよ。いや、モテてないとご飯食うまでにならない人もいっぱいいるもん。だって僕でも初のデートでうちの彼女にキスしてますからね。え？うん。嘘でしょ？いや、なんか、初デートで？面白いかなと思って。あんなエッチプレーンで真面目なのに。いや、だその、なんか、飯食いに行きましょうっていうので、なんか焼肉屋かなんかに友達と、僕の男友達二人と、うん、彼女と、はい、彼女の男友達みたいな感じで飯食いに行って、で、そう新宿だったんで、じゃあもううち来るって言って、うちに全員来て、うん、で、なんかの流れで辛いものを食べようってなった時に、僕と友達が辛いもの食べて、うんで、その、まあ、彼女になる前なんですけど、これ面白いから口移しで、この唐辛子を食わせてやれと思ってキスして唐辛子入れたっていうのが初日なんですよ。なんか、すごい、作戦的ななんか、すごいね、出会いをしてるんですね。でも、好きじゃないとまず家に行かないから、彼女も。その唐辛子っていうそのキャラまで、なんかちょっとわんぱくな感じで、そういうなんか唐辛子がないと逆にキスできなかったんだと思う、ひろきさんは。でも、コメントに引くわーって書かれて、うん、すいません。引くわ。いや、でもなんか、多分、彼女、奥様っていうか、彼女、当時の彼女も、うん、そういうキャラを知ってるから、ひろきさんは、なんかそういう時じゃないとできないんだろうなっていうのを分かって。いや、初対、初飯食いに行くなんで、そんなに。初だけども、そういうとこでなんか好きになってると思うよ。じゃないと、唐辛子加えてて、好きでもない人にキス来られたら絶対断られて、まず。あ、でも驚いて確か平手打ちされた気がするんですよね。あ、それ引くわ。それはほんまに引くわ。それ嫌な、無理やりや、そんなあかんやん。そうです、無理やりです。はい、あ、これ消えちゃった。ちょっと待って。すいません。はい。
あ、はい、あの、こっち側は音声来てますよ。あ、でももう、19時8分になったので、そろそろ、あの、すいません、なんか長らく。もう終わり？あ、一応なんか2時間の、はい。ああ、確かに。すいません、どうも。いや、いや、ありがとうございます。なんか最後僕ちょっと惹かれたまま終わるのが微妙な感じではありますけど。結局は、でも焼肉本当に行きましょうよ。ああ、はい、あの、全然美味しかったんで、はい。ごちそうさまです。ありがとうございます。あの、牛場、はい。ね。ぜひ、はい、お願いします。その時に、私の、あの、ちょっと持ってる、あの、いろいろ、あの、ちょっとね、あの、なんていうんですか、癒し、ね、ひろきさんのちょっと癒しをちょっと引き出してあげるので。いや、なんか、リアルで目見られたら、すごい、あの、どうしていいのか分かんなくなりそうですけど。はい、顔赤いから。本当にありがとうございました。でも、楽しかった。本当にありがとうございました。いや、すごい面白かった。この後、実は美川さんにまた会うんですよ、この後。あ、そうなんですか。あ、うん、すごい楽しかったって言っときます。ありがとうございます。あ、どうもこちらこそありがとうございました。うん、じゃあ、失礼します。はい、お客様にもよろしくありがとうございました。あ、だから告知を最後に、多分 YouTube の告知をした方が。そうですね。はい、今のところそうですね。私ね、YouTube 本当に、あの、少なくて、チャンネル登録者数が、あの、春内の ITB っていうやつ、やってるんですよ。あと、はい、あの、裏垢っていうか自分では、あの、春内チャンネルって2つやってるんですけど、もう、とにかく、春内 ITB、いろいろもう模索して頑張ってるので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。それで、これは、そうですよね。またぜひ、私の YouTube も出てください。あ、はい。全然、あの、言われたら全然出ます。はい。あの、概要欄に言われるので、はい、ユーザーの方は概要欄を押してください。ありがとうございます。はい。というわけで、本日はありがとうございました。ありがとうございます。あ、またよろしくお願いします。またね。皆さんどうもありがとうございました。いいっす。